じゃあとりあえずね、10月27日かな、26日かなだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね、26日ですね、もう木曜日ということでいきたいかなと思います。まあ一応ね、昨日の25日水曜日に、ね、やっとグリーンマックスからね、10月分の新発表が出まして、まあ、これでね、大手4社、10月分がね全部で揃った感じにはなりますが、もしかすると、ね、明日金曜日、加藤からね新発表が出るかもしれませんので、ね、まあ、それもちょっと、11時ぐらいかな。加藤は大体いつも金曜日の大体ね、月末の金曜日、もしくは月始めの金曜日の11時にね、絶対新製品情報が出ますんで、ちょっとね、明日の11時、注目していきたいかなと思いますが、そうですね、まあ、やっぱりグリーンマックスね、大体月の中頃、まあ、大体もあのトミックスのね、第2木曜日の前後に、出ることが多いんで、まあ、大体第2水曜日、もしくは第3水曜日だったんですけどね、今回はもう第4水曜日ということで、まあ、おそらく、まあそうですね、まあ皆さんツイッター見てたんで分かると思うんですけど、まあ、AirPod 急行っていうあのハッシュタグで、今回ね、GM は、まあ、あの、なんつうのかな、まあ、ヒントみたいなのも出してたんですけどね、まあ、京急がちょうどね、AirPod 急行の種別を、来月から、来月かね、ちょうど来月か、AirPod 急行ね、まあ、とっとと急行一本化するということで、まあ、これでね、トイレとかも楽なのかなと思いつつ、まあ、そんな感じで、ね、まあ、多分皆さんトイレが出るのかって、トイレが俺なんて名前か知らないんですけど、まあ、通常トイレですね。京急で言うとね、まあ、トイレが、2号車、3号車、中間車については知らないんですけどね、まあ、それが出るかなと期待した結果、まあ、出たのはね、俺が予想した、2番手の、まあ、京急のアルミだったんで、まあ、ちょっとがっくりした方いらっしゃると思いますけどね。そうですね、まあ、今回はね、結構ね、俺もね、そうですね、まあ、思ったより、まあ、グリーンマックスもね、成長してきたのかなと思うんですけど、ちょっとやっぱりね、いかんせん相変わらず板橋はバカなのかなっていう感じがね、ちょっとしなくはないんで。まあ、その辺はね、ちょっと、動画でやっていきたいかなと思います。だけど一応今回はポスター2枚になっております。で、パーツ類がね、基本的に1月っていう感じになっております。こんな感じですかね。一応パーツ類が、1月、2月っていう感じですし、車両はね、基本的に、2月以降っていう感じになっております。というわけで車両の方からね、いきたいと思います。まず2月ですかね、その AirPod 急行と新東が出た、京急1000型ですね。まあ、通称アルミって言われるグループの車両になります。そのうちの2車ですね。一応元ドレインファインバーター、多分あれかな、最後までドレインファインバーターと活躍した、まあ、アルミの、1033番。5本目か。5本目の編成がいるんですけど、その頃ね、更新仕様になった、車両が今回ね、8両編成の方で出ますと。そしてね、それに合わせて、非常に4両編成の方ね、まあ、床下の機器更新、あの車体の更新工事っていうのはされてるこっちとされてないこっちがいるんですけど、床下のね、機器更新は、ほとんどの車両がされてるんで、結構アルミもね、見た感じ違うんですよね。本当に今回の例で言うと、8両と4両で、京急マークがこの車番の横にあるない。であとはね、まあ、更新車に限ってはなんですけど、基本的に、窓がね、UV ガラスっぽいやつ。UV ガラスっぽいやつとカーテンが設置されたとこ。で、あとね、ドアの上にあの LCD っていうのかな、モニター装置がついたとこ。結構ね、あのアルミって本当に、あの中までね、個体差ガチで気になると、すっごいなんかもう、お前ら何になってんだって話ですよ。まあ、アルミもね、デビューしてからもう20年近く経つ車両になるんで、まあ、それは更新工事されたら当たり前かなと思うんですけどね。まあ、今回はその、アルミのね、更新工事のこっちが出るみたいです。それで8レースですね。で、こちらになります。新規パーツを使用し、ベンチで提供された、元ドレインファインバターの1000チャンスですと、機構車をもらった、3次車の4両編成、合計3種類を1000円かと。まあ、一応ね、今までのグリーンマックスからするとね、まあ、4両編成出すときはね、大体4両編成の分割編成の8両1本かね、また相変わらず中間のライトニングと使わないってね、俺に袋だったんですけどね。今回は、ね、頭使った結果、一応あれかね、まあ、おそらく12両編成してもいいようにっていう感じもあるんでしょうけど、一応ね、4機4増となってますと。ただ、まあ、車番はね、固定式になってますんで、この辺はちょっとね、つまらないのかなって感じですかね。ただ、一応今のね、京急の、ホームドア対応のね、ドア横についてる、車番、これに関してね、あの選択式、まあ、別に貼りたい人は貼ってもいいし、まあ、あの貼りたくない人は別に貼らなくてもいいってね、まあ、あの2パターンは添えれますんで、まあ、それに関してはね、まあまあ成長なのかなっていう感じでございます。一応これは、今月月の2月ですね。あ、ごめんなさい、もう1本ありましたね。そうですね。続いてこちらですかね。琴電1に型、今回ね、新たに、長尾線の2両編成と、琴平線かな、4両編成、2種類が出るみたいです。一応ね、緑色の方の2両編成と、まあ、黄色の方の4両編成なんで、そうですね、ワンモンティに対応した、緑色の2両編成とラッシュなんで、小田平線の4両編成という感じなんで、そうですね、まあ一応、琴電に関しては、これ1200系なんで、もっと京急の700系ですかね。去年かなんかでもね、あのイルカかなんかの、琴電かなんかのキャラクターラッピングかな、それかなんかもね、出てますんで、そうですね、この辺はもう相変わらずのバリテンって感じなんですかね。そしてこちらですね、JR 北海道のキハ、久々の繊維化になっております。ちょっと待ってください、画像大きくできないんで、ちょっと大きくしましょう。今回これね、4月になっております。キハ143型の登場時、比例棒と、キハ140型、旧北海道色。そして143型の、殺傷性見えるかな、霊界後、車番選択式。そして141型、142型、プラス143型、5両編成の、各、4品目で出るみたいです。まあ一応ね、この編成に関しては、まあ、あれか、ちょうど、来月か。来月にね、まあ、グリーンマック、トミックスから、まあ、SL 銀河が出ますんで、そうですね、まあ、SL 銀河の元種車としてみれば、まあ、悪くはないと思いますけど。そうですね、5桁頻繁で出るのは久々になるんですかね。もしかしたら5桁頻繁で出てないで、まあ、4桁時代ぶりっていう感じに、ね、なるかなと思うんですかね。一応 JR 北海道、ファンの方がしたら、多分ですかね。一応殺傷戦で活躍した客車改造した機動車の、懐かしい姿をお手元にと。そして、次の車ですかね。東京電鉄6020系。先月かなんかにね、6000系なんかな。元大井町線で活躍した、元じゃないか。
一番最初のお馬戦の急行仕様で活躍した、まあ、6000系があるんですけど、それね、QC としての主力が出ましたが、今回はね、増備された6020系の QC と、で、ロングシードモードということなんでね、まあ、一応朝日中の急行列車を再現できるロングシードモードの、まあ、QC と先生と、まあ、一応このなんでね、まあ、おそらくは今後、そうですね、QC との、あの、あれかな、ボックスシートモードっていうのが、まあ、座席指定モードか、座席指定モードのロングシードじゃない、6020系とかもね、今後出てくるのかなって気がしますんで、ちょっと大井町線好きな方、ちょっとお財布気をつけた方がいいかもしれませんね。そして、一緒に出る2月、こちらですね。なんと、東京メトロ1万系。なんとね、副都心線の1万系ね、グリーンマックスから5桁になってからは初めてなんですかね。昔ね、ずいぶん前にね、エコノミー機とかなんかで出たことが多分今から10年以上前。あとは4桁頻繁で、何回か出てるのか。確かに、ね、4桁頻繁で出てる中に4両基本と6両増結。そして8両編成っていう感じで、多分全部で3パターンか4パターンぐらいあると思うんですけどね。今回はシャバン選択式で、トップラン、1車の方ですね。1車のシャバン選択肢が4キロ6増で、お値段が10両で、5万2600円近く。そうですね、10両で5万2000円。まあ、ラッピングされた車両に関してはね、まあ、特に今回ね、1万件に関して言えば、まあ、床下がね、完全に新規製作になっちゃいますんで、まあ、この辺はね、致し方ないのかなという感じはしますけど。まあ、この辺はね、加藤も出してないんですかね、1車は。ごめんなさい、俺ちょっとその辺詳しく分かんないんで、申し訳ないですけど。まあでも1車はね、今8両編成に、あれかな、メトナナが引退した都合上ね、8両編成に短縮されたこっちっていうのを一時期いましたんで、まあ、その辺もね、まあまあ、ゆくゆくは出るのかなっていう気もしますけどね。まあでも、そうですね、これで加藤から1万系が出ることはなくなったに近いのかなっていう感じですかね。そして同じく2月から、こちらも先月出ましたかね、東武の、7万系だっけ、まあ、日比谷線直通の車両が出たんですけど、今回はね、東京メトロの1万3000系ので、シャバン選択式が出るみたいです。アンテナが2本となった1万3000系がシャバン選択式で再登場と。いう感じなんで、そうですね、思ったよりこちらも早く日比谷線直通一気に出ましたんで、ちょっとお財布要注意ですかね。この後はもしかしたらあるかな、でも先月のだから7万系の T じゃないんだっけ、なんかあの座席指定の7万系って7万系っていうの90万台もいるんですけど、ちょっとどっちが出たかちょっと後で考えたいと思いますけどね。そんな感じかなと思います。そして、今回唯一のキットこちらになっております。簡単あの塗装済みキットですね。エコノミキットではないキットでございますが、インペリアルブルの帯をはじめ各種を塗装済みとした板状ボディのキットと、小田急2000型インペリアルブルの8連星、動力付きのトータルセットという感じになってます。まあ、2000系は、ね、今までにエコノミーキットとかで、ね出てまして、完成品では、ね、まだ一度も出てないのが、2000系の、まあ、8両編成とかになるんですけど、そうですね、今回は、まあ、塗装済みキットで、内容見たんですけどね、まあ、相変わらずライトユニットはつかないタイプのキットになりますんで、まあ、その辺はちょっと残念なのかなっていう感じがするんでね、まあ、正直どこまで売れるか。まあ、前回っていうか先々月ぐらいか、2ヶ月ぐらい前にもね、京成の3800グループ、あの縦目のやつかな、横目じゃなくて縦型のライトのこっちもね、まあ、相変わらずの、あのなんていうのかな、昔のキットから、まあ、焼け直しされて、まあ、ライトはねつかないんですけど出たりって感じだったんで、まあ、今回もねそれに習って、うん、小田急が出ましたって感じですけど、どうなんですかね。まあでもその前に、ね、小田急の1000系の赤とかであの6両編成とか4両編成の、まあ、車両っていうのがちょうどね2月に発売になりますんで、まあ、小田急で見ればね1000型2000型でね、2月3月とちょっと連チャンになりますんでね、うん、まあその辺も込みで見ると、うん、まあ正直でもたかがキットで83万そう考えると、だいぶ高いなっていう気もしなくもないですよね。特にまあライトもつかないって考えると。まあ、可能性があるとしたら、ね、一線型のライトユニット、それを無理やりぶち込むことができなくはないと思うんですけど、ただいかんせんやり方を俺は知らないんで、ちょっとね、無謀な取り組みになっちゃうんで、まあ、特に俺今回一線型ね、全部あの予期しなかったんで、本当は欲しかったんですけど。なので、そうですね、まあ、売れ残ってたらやってみる分にはって感じですかね。一応こちらポスター1枚目になります。そして2枚目ですね。まあ、2枚目の方も特段そうですね。今、目玉商品がごめんなさい。俺もちょっと現状何が目玉か分かんないんで申し訳ないんですけど。近鉄12410系ですね。一応、急塗装の、近鉄の特急列車出るみたいです。一応、喫煙室なしの、12編成。そして、喫煙室なしの、動力なしの11番。そして、唯一幕式の15番編成。合計ね、3種類が出るみたいです。まあ、なのでね、基本的には、まあ、喫煙室なしで、創生になりますけど、まあ、12と11。もしくは15と11みたいな感じで。まあ、8両編成も組みますし、まあ、それぞれ、ね、4両単独でもいけるって感じなんで、まあ、近鉄ファンの方からしたら完全にお財布がゲームオーバーって感じですかね。そしてね、ちょっとね、こっちの、あの特急列車の4月なんですけど、通勤列車の線、補助電気装置が変更された5209系と5211系、こちらの方がね、名古屋線車のやつが、全部で出るみたいです。まあ、そのうち5211系に関してはね、新塗装の方が動力なし、そして新塗装、旧塗装の方が動力付きになってますんでね、まあ、旧塗装に関しては、車体の外部分に赤帯が入ったぐらいになりますんで、まあ、5209系、5211系。まあ、詳しくはね、近鉄のヘラボライあんまり強くないんで、ちょっと申し訳ないですけどね。まあ、近鉄5200系。待ちに待った人からしたら、期待なんですかね。まあ、ただ、これ多分行き先転倒仕様ではないっぽい気もするんで、ちょっと後で詳しい内容見たいかなと思います。そして近鉄ね。今回、急塗装の貫通扉のパーツ、出るみたいです。
非常に泥板も付属しますんでね。まあその辺もお好みでって感じですかね。まあ、もしかしたらこれ車両セットもね、近鉄貫通扉付属しない可能性もあるんですけどね。まあちょっとこの辺あったら確認したいと思います。でそして今回唯一の最新さん、メテ3500系のキー更新車、行き先検討しようと。一応ね、4両基本40度月、31,696なので、番号的にはそうですね、そんなに古くはないんですよね。まあ、なのでね、おそらく去年か一昨年ぐらい、2年ぐらい前に発売したやつが、まあ、市場から、すぐに消えたんで、まあ、焼き直しって感じなんですかね。まあ、再生産という感じになっております。そして今回ね、115系の瀬戸内グループ、そして113系の抹茶色。なぜか、新品で出ますと。今年の8月23日朝を迎えた瀬戸内トレインが、お手元に一応3両基本と3両付属。まあ、瀬戸内トレインに関してはね、確か2年ぐらい前にこちらも出てるはずなんで、何が変わったかね、ちょっと後で確認したいと思います。まあ、もしかしたらね、シールが選択肢になったとか、多分そういう感じかなと思いますね。もしくは行き先点灯しようか。どうなんでしょうね。一応マッチ色はね、行き先点灯しようなんで、そんな感じするのかなと思ったんですけど。一応ね、アーバネントワークで最後まで開催したら113系のマッチ色と。一応7700万台の30年代新幹線車。まあ、ゆくゆくはカフェオレとかも出るんですかね、もう1回ぐらいは。っていう感じの、車両セットですね。あとは、なんか動力大車区がね、DT21、そして 3M カバー。ちょっとこれ何が適用車しかちょっとわかんないんで、後で確認したいと思います。で、車両マークですね。101系、205系の0番台、1000番台用、そして211系の1000、3000番台用、そして5000番台用がね、出るみたいです。まあ、この辺だからおそらくエコノミーキットが発売してるんで、それに合わせたらやつって感じですね。まあ、特に101系なんかはね、先月南部支店とか鶴見線用に、キット出ますよっていう告知が出ましたんで、まあ、それに関連するやつかなと思います。そしてダミーカパラですね。まあ、ダミーカパラ、ジレンチョウ、シルバー。まあ、ちょっと何用かわかりませんけどね。まあ、貨車とかに使われたんですかね。一応、加藤の、まあ、加藤とかトミックスの、台車マウントの、台車にカパラポケットがね、あるやつに使えそうな、ちょうどね、まあ、特に加藤の車間短縮に、ね、似たような形状しますんで、まあ、特に長めの首になりますんでね。うん。まあ、おそらく真ん中の中ぐらいとか、短めのやつもあると思うんですけど、まあ、ちょっと今後これは、そうですね。まあ、期待かなと思いますね。あとは、エコノミキットですね。ミトソンのエコノミキットで、急行、西海っていうの知らないけど。一応1970年初頭の、旧ゴル車、イメージは6両編成と。そして区販用に56。一応郵便荷物の合奏車。往年の武道職人号の、姿を楽しめる、まあ、着色キットという感じですかね。まあ、こっちはね、水戸層なんでね、自分で青色塗装してるんですけど、こっちはね、茶色く成形で多分出てるはずなんで、まあ、大丈夫って感じですかね。あとはなんか、塗装済みの、まあなんか液のキットという感じの、全部でポスターが2種類ですね。というわけで、そうですね、以上、今回は一通り見ていきましょうか。まあ、ちょこちょこ気になるところありますね。というわけで、まずはアルミの8両から。個人的に気になるのはさ、試作品なら軽減マックつけといてほしかったよね。一応軽減新鮮があった10年2000型ご一緒で2002年から運用されてしゃると。現在も増備が続く軽減の車両ですと。そうね、1000型って言い方すれば確かに主力車種、まあ主力車種ところか。そうですね、トイレが1000型プラス、なんだっけ。今回、大井崎短の、代わりに増備された1500系だっけ ?1500 番台になるの。1500配分車っていうの。ちょっと俺はあの子の言い方なんて言うかわかんないですけど、まあ、新たにね、マイナーチェンジ以来の、まあ、トイレにいた形の、まあ、トイレにいたちっちゃい戸袋っていうのかな、まあ、ドア横に運転台のところについた車両もね、まあ、ケーキ出てますんで、うん、まあ、楽しみかなんですけどね。まあ、一応こちらと、そうですね、2033年生、ドリームファミリーション調べた最後の年生で、2024年、走行機の更新に加えて、ベンジル提供、SR アンテナの設置が施されましたと。まあ、そうですね、SR アンテナはここですね。このポコーンってやつなんで、わかりやすいですけど、そうですね、ベンジルタも撤去されたんですよ、知らなかった。で、今回、二次車の機更新、ベンジルタ提供、SR アンテナ増設後の、まあ、アルミの更新商品かと。で、トブクロンで出した車番号はこちらですね。新規車の生産からの選択肢になりますので、まあ、一応ね、今現在の貼り付けられた姿でもいいし、貼り付けられてない、まあ、更新直後の姿でも大丈夫ってことですね。で、車両番号、KQ ロゴ、前面のスリットロゴと、KQ マーク印刷済みと。で、トブクロン車両番号は、インデータからの選択式。一応ね、世田谷車の選択からもインデータ出てますんで、失敗してもね、どうにかなると思いますんで、ご安心ください。で、種別行き先表示、運行番号優先席、窓、車体用、弱力車、車いす、ベイマーク、付属セッター、新規車、貼り付け式。で、ヘッドライト、電球、照らして、色、全面種別行き先表示、運行番号、白色、通過色、電球色が点灯。で、アイアンランタン、サランタン、ヒューズボックス、ん？あ、そうか、ベンチレーターって結構。あ、そうか、ヒューズボックス、そうか、あるか。開きは雑ですけど。で、フライ付きの、コーラスルグリーンとプラス、シャタンもロングジェットバス搭載。で、全画線と違う車は、ベンチレーターで追加された、ファイアの新規接続プラス、トップグロムに設置された、車両もですね。で、あとは、まあ、3861。3861って誰になるんだろう。3861。あ、これか。あ、前回確かにアルミ出てたんだ。失礼しました。知らなかった。出てたんですね。ちょ、いつだ。あー、2年前に再生産食らってたんだ。なるほど。確かにまあ、そうね、最近グリーンマックスとかいうの2年前に焼き直しされてるシリーズっていうことになっちゃった。前回はドリンファだったんだ。なるほど。そうですね。
に前回の値段が8両で3万5750円から今回が。ああ。だいたい5、6千円、5千円近くに上がっちゃったんだ。35750なんで。5850円ぐらいかな。5830円か。それぐらいでまあ約6000近くに上がっちゃってますんで。まあどうでしょうね。ベンチレーター撤去の新規。まあ逆に言うと、ベンチレーターが撤去されたら嫌ね。プラス、まあ一応ね、今回アルミの更新車になるんで、一応ガラスも変わってくるんですよね。一応この運転台の、まあ、あれか、先頭部のすぐ後ろの、ちょうどこの運転台のでかい窓が、確かあれそこ開閉式になったんですよね。今までのアルミの車両って、基本的に窓っていうのは開閉しなかったし、UV ガラスがもともとコーティングされてたんで、カーテンとか見せなかったんですよね。ただアルミの車両になってから、この更新車になったら確か窓が開くように改造工事されてるんで、まあ、もしかしたら先頭車のね、ガラスっていうのも新規製作になるかもしれませんし、そこ見落としてたら面白いぐらいのエラーになると思いますんで。そしてこれはちょっと容姿作品注目って感じですかね。まあ、俺はどっちみち買わないんでね。2月はね、先月の小田急同様、あれですね、ワイドビューをこれ予約しちゃってるんですよ。21万。なので予算がないんですよね。さすがにそうですね、地元の経費が出る期待はあったんですけど、まさか2月に出ると思わなかったんでね。ああ、グリーンマックスバカしたなって感じだったんで。まあ逆にアルミでよかったですね、これ。これが1500型だったら本当にマジで予算なかったんで。これ助かったなって感じですね。でそして4両の方。3次車の、機器更新車の、17編成と。まあ4、5本目ですね。一応こちらに関しては、そうですね、一応三次車の機器更新とエサランタの増設後の姿を製品化。で、トブクロム付加された車両番号は新規製作からの、選択肢。だからそうですね、だから8両編成同様って感じですかね。で、一応、種別記載と運行番号優先席、弱冷房車等々に関しても、まあ、貼り付け式、選択肢を。そうですね。まあ、あと、細かい仕様に関してはね、まあ、基本的に4両編成、8両編成、まあ、ベンチレーターだよね。多分、ベンチレーターだけだよね。違いは。そうですね、ベンチレーターがあるかないかぐらいの違いぐらいで、あとそうですね、まあ床下に関しては多分そんなに派手に変わることはないと思いますんで、まあ特にあるかね、4名ってのはね、全面のスリット番号がつかないっていうだけなんですけど、すげえ試作品的なんだけどさ、普通列車なら急行灯消さね？てかあれか、ケーキ言ってもしかして急行灯消せないの？床下にね、オンスイッチもあるはずなんですよ。ただあれか、急行灯だけ消すっていう概念できないんだこれ、もしかして。一応行き先的には品川仙岳寺、浦賀三崎口、逗子葉山羽田空港。まあ少なく見積もっても浦賀行きにしてる時点で普通列車しかないんで。そうですね、エアポート急行って浦賀行き絶対ないんで、で、4両編成の特急って絶対ないんで、自動的にあれですかね。まあ、あとはもしかすると第一線？一応4両編成なんでね。あとは第一線とか。その辺になるんですかね。あとは今でいう種類の、あれ、シャトル便？確か逗子線のシャトル便かな。確か今日中の時間帯なんかね、逗子線のエアポート急行が20分間隔に。変わっちゃったんで、昔は10分間隔だったんですけど、それが20分間隔に変わったかったから、逗子線に朝の時間帯とか、昼間の時間帯とか、しかもシャトル列車がいるんですよね、4両編成の。金沢発って確か逗子葉山往復してる列車っていうのが、一応時刻表示設定されてるんですけど、確かあれは4両編成が管轄なのかな。なので、まあその辺でもしかしたらね、逗子線のシャトル列車とか、まあ台線の、まあそうですね、行き先とかも入れば個人的には楽しいかなと。あとはそうですね、まあ仙岳寺行きはないとしても、そうですね、仙岳寺行きはロングですね。4両編成仙岳寺に行くことは基本的にないので、ねえよな。そうですね、4両編成の仙岳寺優先ってそもそも全然ねえはずなんだよ、そんなに。まあ試運転ではあるだろうけど、どうなんでしょうね。まあでもそうですね、基本的にはおそらく、まあ、朝夜の時間帯の A 快特 B 快特、まあそうですね、まあそうね、 A 快特 B 快特特急、まあでも快特で見ればね、快特は所詮、まあ、品川行きもしくは金沢分庫行きで、運が良ければ4たす4快特の三崎口行きもしくは栗浜行きで、特急が京急川崎。で、快特はと金沢文庫か。まあ、そうですね。快特で品川、金沢文庫、栗浜、三崎口。で、特急品川、川崎。普通列車で大線。まあ、逗子葉山のシャトル線。あと、普通、浦賀、神奈川、新町行き。多分そういう感じになってきて。あと、エアポート急行が。おそらくエアポート急行が羽田と逗子葉山。運が良くて神奈川、新町、金沢文庫、印旛日本行き。4両だからインバイいねえのか。そうそう、そんな感じになるんで。まあ、あとは、そうですね。一応は、藤川入ってなかった。藤川さん、俺のスマホ専用だ。ちょっと待ってくださいね。一応ね、藤川からもね、京急のアルミ用のステッカーってあるんで、まあ、最悪、行き先気にならなかったら藤川のステッカー買いましょうかって話ですね。一応ね、アルミに関してはね、一応、LED 仕様になるんで、俗にあれかな、フルカラLEDって言うんですかね、確か。確かフルカラになるんだよね。
ちょっとお待ちくださいね。ジュンの藤川のちょっとサイト確認してますんで。1号直通どこだっけ ?1 号直通と。アルミ、アルミ。これ8両用だな4両用はまだないのかもしかすると一応でも湘南の赤いやつ一応ね、まあ、細かくいこと言うとこういう感じですかね一応運行番号に関してはね、まあ、あのフルカラーじゃないんであれなんですけど一応こういう感じでいろんな運行番号、まあ、例えば、A 回徳とか、まあ、B 回徳まあそうか一応 A 回徳も増発なんだか A 回徳 B 回徳あとは C 特急とか、まあ、D 急行とかであとは普通列車用とか一応普通列車はこっちなんですけど、まあ、台線用の81357とか。あとね、全面に関しても、まあ、こういう感じで。まあ、カランガ新聞紙とかいろんなやつあるんで、一応これが品番これっすね。で品番が、あれ品番どこだあ、これっすね。一応1801、方向幕表記ステッカー、湘南中へ、全面、白色基板用の、まあ、LA2020。で、これが一応全面になるんで、これが側面用がね、別売りなんですね。で側面用は多分これかな今日アルミは確かね、LED になるはずなんで、この辺かな。わかんねえんだよな、アルミがどの方向まで入ってるか。あんまりアルミ取ることねえからな、俺。そうなんだよな、アルミの方向まで取ることって基本的にないんですよね。ただ一応アルミに関しては、種別と方向まで一体型なんで、多分あるはずなんだけどな。ちょっと今度アルミのちょっと探してくるわ。いや、多分動画探せばあるかな。多分ね、エアポート警告なんかの動画探せば、ちらっとね、側面の方向幕映ってるのがあるんだよ。ちなみについ最近昨日やったね、あのエアポート警告用の再生リスト作ったんで、その中に多分いるはずなんだよ。アルミ、アルミ。アルミの急行がない。全然ない。もうちょっとアルミ取っとけばよかったな、失敗した。あ、これがちょうどいいよ。あ、でもこれは人身事故のやつで回送膜だから見つれんだ。ないっすね、アルミの4たす4は。あ、一応8両のアルミなかった。あ、でもやっぱりフルカラーっぽいんだよな。で、枠が黒いっすね。一応この辺になるのかな、まあ、ちょっと大きさかどうかわかんないんですけど、一応側面はこんな感じ。多分これ全面1804使えば、一応この1807ってやつがこんな感じですかね。一応602100。新一新型の、まあ、種別行き先に対応って感じでスチールはあるんで、これ膜か。あ、ごめんなさい、これ膜だ。あ、でもどうなんだ、アルミって膜なのかな。一応、更新車は LED なんですよ、今。ちょっと見づらいんですけど。こういう感じで、ちょっと次見づらいんですけど、更新車 LED なんで、LED となると話変わっちゃうんだよ。これですかね、一応1802。一応1802ってやつも、まあ、湘南の赤 LED の、まあ、あるんで、一応、まあ、品川行きとか、まあ、川崎止まりとか、あとは普通列車とか。2020年用なんで、逗子のシャトル線はないんですよね。多分、第一線はどっかにあると思うんだけど。ねえか。浅草橋、あ、でも金沢系があるんだけど、第一線なさそうだな。
その辺は、ゴミが変なの言った。まあ、なんか考えてみるしかないと思いますけど、まあ、まあ、どうしようかって感じですかね。一応、その前ですかね、シールは。で、一応、ごめんなさい、21円の、ドルプライスの方。まあ、そうですね、こっちに関してはね、まあ、さっきの21番から、シャバンが17番か。17番からシャバンが21番に変わっただけになりますんで、まあ、基本的には、まあ、8足す4で組むか、4足す4で組むか。そういう感じにはなるのかなっていう感じですかね。そうですね。だったら一層のことこれ俺思うんだけどさ、4両編成ってさ、シャバン選択式でよかったんじゃね？ぶっちゃけ17と21にした理由は何なんですかね？その辺がちょっと俺もいまいち業者が何を持って17と21固定にしたのかわかんないですけど、うん。まあそうですね。逆にこれシャバン選択式にすればね、まあそれなりに遊べたのかなっていう感じもするんですけど。どうなんだろう。俺詳しいアルミのプロタイプで知らないですよね。何が2次車だ、何が3次車だっていうのは全く知らないんで。マジで知らないですよ。所詮アルミステンレスしかその辺しかわかんないですよ。申し訳ないですけどね。まあそんな感じですかね。まあ一応だからそうですね、このエニガーシャーはまあ俺買わないんで、あとはそうですね、実際に届いたステッカー見て、まあ似てるようなやつ、GM ストアとか、まあ富士川の通販から、まあ買ってみてって感じになるんですかね。でそして高松琴平の緑の方。これは一応名古屋線活躍する、2000人型で、車両番号6枚3積み、種別、行き先、優先席、車椅子、ワンマン表示が、付属セッター、新設から付け式、フューズボックス、ユーザー取り付け、ドライト、電気ゼラシ、移植で、コールドの搭載と。一応、前回製品の違いは特になしと。あ、で、今回あるんですね。2両編成なんだけど、4両編成のブックケースの、あの、ブックケースになるんだ。じゃあ、ビデオブックケースじゃないっていうのはでかいっすね。ちなみに、前回の長尾線、確かに出てますね。この時は。ああ、確かにちょうど2年前っすね、出たの。前回は15番だったんだ。まあ、15番が51番になった感じか。前回はじゃあアンテナパンタグラフが撤去されたようなのを再現した、まあなんか変わった編成だったんですかね。ちょっと難しいことわかんないけど。まあ何が変わったか、そうですね。あんまりわかんないですけど。まあ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 、コトデンファンの方からしたらもう一本とかですかね。でそして、黄色の、コトヒラ線の、まあ、トップナンバーと、2本目と、うん。一応今回動力に関してはトップナンバーの方に行ったけど、ライトユニットは、中間も作りですね、今回は。まあ、今年の活躍したら、まあ、石の方。で、朝日のラッシュのためにある4年生再現で、車両番号6マーク印刷済みで、まあ、車番は、トップナンバーと第2編成と。で、種別規制の11世紀クライス、属性化学、貼り付け式、新規作成。で、ヒューズボックスで取り付け、誰と電気性、色素、フレスクのグループで、こっちも4両ケース。で、こっちも前回からの違いで見れば、まあ、前回そうですね、13番だったやつ。で、その前に発売されたのが、こちらも2年前か。まあ、第9編成か。まあ、そこに5番目か。で5番目と、7番目が出て、今回は、まあ、1番、2番。ちなみにこれは去年1回出てるんだ。一応元7型初期車の特徴であるまた寸法、ラッピング構えの姿がある。まあ、詳しくは知らん。京急の7型も寿命の違いは知らん。京急の7型はね、俺大戦イメージしか強くないんで、あんまり知らねえんだよな、マジで。そうですね、ちなみにあのこのコトエンのキャラクターが出たのが、ああ、じゃああれか、コトエンのキャラクターが出たのがあるの、一番最初に出たのが。で、赤い電車は、第2陣なんで、まああるか、赤い電車プラス一般塗装で。2回目出て、も今回ね、緑と黄色がそれぞれ追加出た感じですかね。なるほど。そんな感じですかね。コトデンはね、そしてあんまり知らないんですよ。そして北海道の、ヒレボシャ。これは一応1995年頃より順次冷房がなんで、まあ俺が生まれる断然前って話なんですね。ちなみに、キハイ141型がトイレ付き、エンジン1機搭載、142型がトイレなしのエンジン2機。143型が100番台がトイレなし、150番台がトイレ付きとなってます。で、キサハは何キサハは何ちなみにキサハに関しては同時期に改造された、まあ、中間車のみか。まあ、だから中間車はただの中間車とかになるんですかね。で、この中で言うと、まあ、トイレありの、第2編成に、まあ、中間車プラストイレなしの、まあ、まあ、第2番って感じか。一応、石狩東別、現東別、プラス北海道医療大学、旧大学前。なぜ現東別と旧大学前なの現は現、旧は旧で表せていいな。で、一応、こちら、前面の車両番号、前面の車両番号。あ前面の車両番号、どこにああ、多分これか助手席の上にっすかね多分これっすかね前面の車両番号、151って書いてあるんで。多分これっすかね前面、とりあえず、あれっすかね左上助手席の上の、
車両番号と、そこに車両番号、エティ証券、所属証券、撮影。で、ベンチで飛ばしてるレシムさんってのは色調がグレーで、スプレー缶で言うとナンバー9。屋根帳の色はライトグレーでナンバー14。全面方向膜、側面行き先サボ、路線サボ、ドアスイッチ、駅は143型のみ。河川注意は付属設定新規からの貼り付け式、誰と電球材で接触、台車の色調は黒、床式のグレー、床式の色調はグレー、でただ、キサハ144のみ黒と。で、フライホール付きの、コラフトグッズ。で、人格天地に関しては、登場時にヒレモンさんが再現し、出航新規作成プラス、ベンチエイト保持するレシャムサンタのクーラーダクトの色調を変更と。221から24。221、まあ、新塗装、新塗装、新塗装、霊界後、霊界後。と、比例棒が出るのは今回初めてって感じなんですかね。あー、なるほど。新塗装と旧塗装ってこうやって見るとあるんですね。ドアの下に1本ラインが入るか入らないかぐらいの違いなの。なんかそんな感じしますね。あ、違う。上の帯のラインですかね。上の帯のラインが青と緑。なんかそんな感じなんだけど、今ちょっとわかんない。まあ、とりあえずそんな感じの、まあ、今回初めて出る比例棒のセット。北海道は、どうなんですかね、北海道は、そうそう冷房いるんですかね。わからんけど。まあ、冷房出るか暖房か。あそこの地区は。まあ、ちなみに改造されたのが90年の殺傷戦、まあ、現在の学園都市線と。ちなみに一部はミャンマーに行ったんだ。知らなかった。一部はあれですかね、本当にあのエシール銀河になったのは知ってるんですけど。それで一応これが、比例部のセット。で、これが旧 JR 北海道所。投入当初車体、あ、そう、やっぱりなんか車体上部のグリーン帯が、特徴点 QRS が、100キロ142型同様の、まあ、空に変えられた、これが141型2型。141型2型は、多分トイレありなしの違いなんですかね。141、あ、そうですね。141がトイレ付きのエンジン機。142型トイレなしのエンジン2機と。明らかに多分この辺がトイレかなと思ったら当たりっすね。こうやって見ると確かに窓割りは、そうですね、特にこっちなんかは50系の窓割り、ほぼまんまって感じしますね。面白いな。で、一応こちら91年から95年の、こちらもデビュー当時の、姿か。を、再現した。まあ、あると。で、こっち、これもじゃあ比例棒になるのか、見た感じ。作品でわかんない。でも旧北海道色でレボ観察もそうです。95年頃って考えると、うん、そうですね。そうですね。やっぱりまあレボこっちも非レボのそんな使い的な。本当にちなみにこっちもまあ行き先的に古いやつ。でこっちもそうですね。まあ所属記録か、まあ、印刷済みで、屋根に関してはジム系相当。であとは、屋根の色調が14。で、全面保管の人に関しても、こちらもね、新規設から付け式で言ったりと、電気入れる設定で、まあ、方法と。で、こちらも、登場時の、まあ、旧北海道色プラスステッカー作成と、まあ、ダクトとかの色調が変更。で、殺傷戦の霊界号、シャワン選択式。入ってるのが、あれか、普通に、あれですかね、比例棒の車両の、冷房後って感じですね。そうですね。比例棒の車両の、そうですね、比例棒の車両の冷房後の車番選択式って感じですね。ちなみに、愛の里なんとかと、札幌わかんないけど。面白いですね。で、こちら2012年の殺傷戦電化改造まで姿なんで、まあ、とりあえず冷房化改造されてますと。で、そうですね、一応クーラーも入って、まあ、GM9 外。で、こっちに関しては、まあそうですね、時代が90年代より、まあ全然今なんで、まああれか、禁煙車幕とか優先席。これも、ガシャガシャに付いてた。あ、ガシャ、せっかくガシャに付いてた。で、こっちに関してはね、台車の化石、キハトもキサタハトも、全部共通で黒色。で、テイライ赤色、ヘッドライト電気色、テイライ赤色で、ファイル付けの、まあ、コールズームってください。結構面白いっすね。むしろ、長えな、6両編成か。ちなみにこれ全部でさ、キハトかって何台か。詳しいこと知らないんで、調べてみましょうか。おそらく札幌県内の、あらさね、札幌運転、運輸区とかその辺なんですかね。キハ143、ちなみにキハ143は、一応にキハ143型、が今年の5月かで提供より出したみたいですね。どうなったんだ、ちなみに、キハ141型が、全部で14台。トイレ付きが。で、トイレなしが、
あれ、キハ141取り付けだっけ？あ、そうだよな。キハ141は取り付けか。これが全部で14台。ちなみに、ほとんど改造されたのは、釧路とか内部で、北海道内で改造されたみたいですね。で、キハ142型。これが？キハ142型は全部で、15台っすね。15台のうち1台が200番台。で、もう1台が14番からプラス100番台化されてる。平成7年に再改造で114に改番。で、キハ143型が、トイレなしが、4台。トイレありが7台。今合計11両。で、キサハに関しては、キサハに関しては、全部で4両みたいですね。なぜかちなみに104番だけが欠番になってるみたいです。あ、104番いいのか。全部で5台か。ちなみに、そのキサハ100、なんだこれ。キサハ151か。キサハ140の151番が、後に104番に改番されたみたいですね。トイレを撤去されてか。一応、101から103に関しては、冷房改造されかけた95年に順次撤去。で、一応、151番も、まあ、トイレが平成7年撤去されて、まあ、104番に改番と。一応、2001年に NAU26、冷房装置搭載され、まあ、発電用エンジンが床下に搭載と。なるほど。まあ、そうですね。一応、車番的には、まあ、キサハに関してはね、全部で、そうですね、4台しかいないんで、まあ、車番は楽でしょうし、まあ、そうですね、トイレありなしに関しても、そうですね、一応、トイレなしだよね。100番台、どっちが。あ、そうね。100番台のトイレなしが4台で、トイレありが7台って考えると、まあ、それなりに確かに車番に関してはそうですね。まあ、全部買う重さが現れるかって言ったらすげえことになりそうなんで、あんまりそこ言いませんけど。まあ、3両で、ね、まあまあ安いね。2万3000円ぐらいで。まあまあでもねえか。で、一応、ただこっち、キハ141型と142、3型の、なんかめちゃくちゃコンビよ。で、5両編成か。あ、なるほどね。普通に2両編成とあれか、5両編成がぶっ壊れたんですか。ちなみに中間のライトユニットは、もう一応つくんだ。珍しいね。中間ライトユニットここ、切っちゃうことがないんですけど。ただこっちは車番がね、固定になってますんで。103か。ああ、なるほどね。なるほど。比例棒の車番固定が第2編成ですけど、こっちの5両編成に関しては第3編成で固定されてるんで、車番的にはもしかしたら、そうですね、この102、103を除いたやつが、まあさっきの3両編成の可能性も出るんですかね。一応、じゃあ、らしい内容者は、キハ140、142型、5両編成の製品か。で、まあ、所属表現がありまして、印刷日、まあ、石化とかも、まあ、おそらく、まあ、5両分入って、まあ、って感じですかね。で、ブックケースはでっかいですかね。8両か。あ、そろそろか。GM って売れたのは、そうですね、8両6両勝手に感じか。その後、3両が、多分これは4両用だと思うんですけど、2両が問題か。見落としてたの。ああ、最近だ、あれか、ビデオケースやめたんですね。確かに、あのビデオケースって扱いづらいんですよね、正直言うと。これはちょっとありがたいかな、最近の修理だと。そうですね、札幌行き。面白いですね。車番は10万と、まあ、完全に作品ですね。もしかしたら前回製品がこれ10万だったのかな、一本。一応、そうですね、まあ、キハ141型見ると、まあ、新塗装に関してはこれか。発売からそうですね、ちょうど2年か。2年半年経って、まあ、前回は第7と、9。惜しい11だったか。あ、そっか。だからあそこに11があったのか。なるほどね。旧製品の、あれか、多分動力つけると、ライトつけると、動力丸つぼじょトレーラー借りたんですね。なるほどね。まあ、終わるとはないんじゃないですかね。北海道、まあでもやっぱりそうですね、2年間でバリエーション。いくら34,100円か。ちなみに、だから前回あるか、3両増結ってないもんな。そうなると、扱い的、あ、3両増結あるじゃん。オッケー。一応、こっちがしたら2018年か。なるほどね。まあでも結構一気に値上がった感じだな。そうですね。逆に言うと2018年に発売してから2021年。まあ3年後にあれか。発売って感じか。まあだから前回に関してはね、方向幕、愛の里公園と札幌で固定だったのが、まあ今回に行き先、選択式になってますんで。まあだから新規制作のステッカーって感じなんですかね。そうですね。お値段に関してはもう139なんで、多分、114、139か。まあ、140だとして154になるんで。154だったら多分そのぐらいの値段かな。そうですね。まあそんな感じなんで、まあ先生なんで、値段は値上がってないんで。
まあ、事実上そうです。15,290円の。3両増結で、一応、シャバンに関してはそうです。前回のやつがそのまんま、第3編成なんで、まあ、だから前回のやつが丸々って感じですかね。147。まあ、前回のやつがそうですね、税抜きで28,600円で、税抜き、あ、税込みか、税込み31,460円になるんで、まあ、値段的には、2,600円ぐらいか。まあ、税抜き2,400円ぐらい値上がっちゃったとかね。まあ、でも、そうですね。2,640円、2,640円、税込み値上がって。まあ、行き先がね、まあ、その、愛の里公園とかどっか固定じゃなくなったんで、まあ、その辺はね、まあ、いいのかなっていう感じも、まあ、しなくはないですけど。まあ、でも、殺傷戦の電化開業前の方なんで、まあ、それをちょっとイメージね、まあ、電化されたとしても、まあ、今から10年前の話なんで、全く知らないんで、申し訳ないですけど。って感じですかね。まあ、こんな感じ。一応、北海道ファンの方からしたらいかがでしょうか。そして東急の、6019の9シート。で、こっちはトップナンバー。あ、トップナンバーですね。ヘッドレスト付き座席を再現した9シート車のロングシート仕様線か。編成の特徴だったら6320型、オレンジ型の9シート5を印刷再現で、多分台車変わるのかな、今回。一応ブラック設計の1個ぐらいか。車両番号9コーポレートマーク、5足4軸のBコマーク、9シートロゴ、車間黄色テープ、7両編成の表記を印刷済み。渋谷席先ほど巡航番号優先席、弱流防車付属セットあり付け、式新規線と。で、レシムセンターのマイマックスさん点が下、死後ユーザー取り付き、開き一体彫刻で、ヘッドライト白色と、全面シムで、標準コバが白色と。で、前回展示に関しては、9シート車の座席をロングシート車に変更で、車両番号の変更と。で、大周回した機器はブラックグレー設計に変更し、車両番号、全面シムですか、運行番号とは、貼り付けしか変更と。829、あ、これか。あ、こっちは4年前だったんだ。前回はちなみに第2か、そうですね、第2編成ですね。第2編成の、まるか。あの有料モードだったのも今回ロングシートモードにしますんで、逆に言うとロングシートモードは今回初になるんですね。まあ、今じゃ第2回線もされてね、本当に長津田まで行くようになりましたからね。まあ、便利になったなと思うんですよね。特にあらさん、これ、俺も、なんだっけ、渋谷のイモンとか行きたいときって、まあ、横浜で買い物したと、渋谷行くときって、渋谷駅って結構めんどくさいんで、俺一回、追い線に15ぐらい乗り換えるんですよ。だから、大岩線で15分乗り換えて、なんだっけ、二子玉二子玉まで行くときに行く区間で、6,029来るとめちゃくちゃ当たれたなと思って。ただ、どっちにあの、なんだっけ、先頭車側のところって階段で移動しやすいようにしちゃうんで、あんまり急シートつかないんですけど。そうですね。でもまあ、個人的には悪くないんじゃないですかね。まあ、特にやるか。そうですね。急シート出たやつも、まあ、単品で出たらいいとか、そうですね、特殊な感じだったんで、まあ、今回ロングシートですけど、ね、初めてのラインナップ。まあ、悪くはないんじゃないですかね。それはなんかそんな感じしますね。一応、6,020件のやつ。で、多分今回、一番人気こいつになるんですかね、メトロ1万件。1万件、有楽町線の0年国会と副都心会の室で、2006年が製造なんで17年か。8年生で10年生が導入。民営化後初の新会社として、東西線の05系13地をベースに、デザインは JR500系 IC の手掛けた、工業デザイナーの人が監修と。そうなんだ。全然知らん。有楽町線、副都心中心に東京、豊岡線、港村線、西武、有楽町線、池袋線、東武、上線、で開催されたで、従来編成は F ライナーの上でも活躍します感じで、今回一応従来編成の追加。一応2016年頃の先頭車の上にデジタルセンターが増設前の姿なんで、おそらく今のワンマン運転対応状態もそのうち出るんですかね。フラグかな。一応試作品のこっちのあるか実写画像に関しては従来編成使われてるのか。あ、そっか、8年生だとここに8数出てますね。失礼しました。一応渋谷新木場、まあ、和光市小竹向かいやるか。でもそうそう、一応2016年頃の姿なんで、まあ、F ライナーはね、特に開業してるっけ。 F ライナーっていつからだっけ、愛称ついたの。ちょっと俺もそこだけはあんまり覚えてないですけど。あれ、F ライナーっていつから。多分ね、なんだっけ、副都心線と開業してすぐに F ライナーってなかったと思うんだよ。あ、ごめんなさい、2016年3月だ。あーでもギリギリか。2016年3月からの案内だから、どうなんでしょうね。一応、アンテナが増設前の2016年頃とかなんで、まあ、ピンポイント的にはピンポイントと言えなくもねえけどって感じか。どうなんでしょうね。ちなみにメ
トロ1万系のこのアンテナに関しては、まあ、今回1車なんで、車番選択式車番選択式、一応1車に関しては、一応1番から、この試作、あの、自社画像の4番までが、一応1車みたいですね。2006年竣工組で。で、2車の第5から第20に関しては金、あの金色、全面の金色帯が省略と。なるほど。そうですね、一応。そうですね、アンテナの増設に関しては特に記載がねえな。そうですね。ちょっとごめんなさい。アンテナに関してはいつから伊藤先生がついたかわかんないんですけど。まあでも、2016年頃の姿なんで、増設前。なので、まあ、ギリギリもしかしたら F ライナーを対応させるか、まあ、普通に。まあ、従来の急行特急。そんな感じになるのか、各駅停車か。まあでも一応、従来編成のね、この子たち、中間車のこの辺抜けば、確かあるかな。この辺4か5か、5か 6? 確かこの辺の、まあ今回で言う増結セットの車両か。増結セットの車両抜けば、8の編成ができるやつもあるし、実際、ついさい銀貨は去年かなんか。一回確か車両足りねえかなんかで8両がされてるそうですよね、こいつら。誰かが。そうですね。まあ、ゆくゆくは8両編成も出んのか、下手すら、あの、金曜日の体2次車も出んのか。ちょっと注目ではありますけどね。ちなみに加藤から出たメトロの1番ってどっちだ？加藤から出たメトロの1番は、2019年ですね。2019年のスペースウォッチが一応35番なんで、がっつり後期車っすね。おそらく1次車もしかしたら加藤からも出てないのかもしんないし、出たのかもしんない。詳しくは知らん。出てねえ可能性高そうなんだよな。加藤のことだからっつったら失礼だけど。まあ一応昔はね、マイクロも出してましたからね。メトロの1番は。確かマイクロが出したのは8ルだけだと思うんですけど。まあ、そうですね、一応メトロの1番、まあ町山とかで言うんじゃないですかね。でも逆に言うと、ここの金曜日だけの違いってなかなか気づかないの。特に全部で4本ですからね。逆に言うとメトロ1万って何でいいんだろう、全部で。多分それなりの数いると思うんですけどね。まあ1万か1万7000しか今いないんで、それ考えると多分1万系だけでも40本近くいるんですかね。まあ割合で言えば10分の1。そりゃ気づかないわな、俺も。あ、ごめんなさい。詳しい内容、そうですね。で、一応今回ね、1車なんで、まあ一応、第1編成から、まあ第4編成まで全部。まあ、網羅できるようにか、どんなかわかりませんけど、まあ、車両番号は新規設で、シンボルマーク、コミュニケーションマーク、印刷済み、種別的制御、重性的、レベルフェクトのエース、ベビーカーワーク、女性選手は、まあ、新規設からなりつけしろ。で、レシムさんとユーズボックス、印刷取り付け、ドレタクション、テレス、セクションで、どこ。で、特に今回の会社は、もう9000品が4桁時代の品番になるんで、特に違いとかも減ってくれもねえと。そろそろだろうな、違いも減ってくれもねえわな。なんだっけな、確かね、昔ね、ホームドアかなんかのパーツがついたね、特殊品っていうのがね、初期限定品みたいなのもあったんですよね。確かあったんだよな、もう。俺も覚えてねえんだけど。で、一応、増結だったんですね。まあ、増結だったのに関しても、まあ、そうですね。一応、まあ、車両番号の方が基本設定入ってるんで、まあ、完全に。そうですね。まあ、4両だけで遊びたい人いるし、まあ、10両編成してもいいよって感じかな。まあ、それが8両にしてもいいよって感じですかね。まあ、さすがに8カードの表記がつかないんで、その表ちょっとなんかね、別途考えなきゃいけませんけど。まあ、悪くはないんじゃないですかね。そして、1万3000件の車番選択式。今回は、一応、先頭車の上にデジタルサンタが増設された、現在の姿を再現と。で、シンボルマーク、コインキシマーク、車椅子、ベイクマーク印刷済み、車両番号、新規制作の、貼り付け式と。で、種別的制御地、優先席、列車番号、号車、弱力車、乗船車、まあ、それぞれ全部貼り付け式と。で、列車のサンタの、ごめんなさい、列車のサンタのヒューズボックス、誘導のサンタのユーザー取り付け、ヘドラタクション停止、全面種別的制御地、白色、ゴム白色と。で、コールセントの、車段ゴロンシートバッチが、実装で、前回製品が、まあ、固定車番から、まあ、選択式と。570と。前回は 10K だったんだ。ちなみに発売したのって2年前とか。去年の5月か。うわぁ。1年半で焼き直しすんだよって話ですね。まあ仕方がない気もしますけどね。ちなみにお値段が、去年発売で 38,280 円だったのが、まあちょっと車番選択式の分で値上がっちゃったって感じか。でもそれにしようじゃねえ。38,280 円。引くことの、396。
一応差額的には1320円か。あれ、メトロ1万ってさ、世田谷からシャバン出てたっけ？確かに最近のね、地下鉄用のシャバンって、確かね、世田谷出してるはずなんだよな。出てねえかな。ちょっと待ってくださいね。ああ、方向膜のインネタも見つかったんだけど、シャバンのインネタもなさそうだな。微妙になさそう。なるほどね。一応そうですね。前面とか側面のインレタに関してはあるんですよ。世田谷シェルセンターからは。ちなみに品番がわかんないんだけど、一応13000系方向膜って検索で多分出てくるから。そうか、シャバンはないんだ。俺てっきり世田谷のことだからシャバンぐらいあんのかなと思ったんだけど。まあ、シャバンの違いで1200円プラス税に上がった感じか。どうなんでしょうね。まあ確かに固定編成よりね、自分の好きなシャバン再現できる方がいいよっていう人いるかもしれませんけど、まあただそれでもね、自分の好きなシャバンが入るか入らないか3つですし、ちょっと微妙な感じがしますね。ちょっと熱いんで氷食べてもすみません。Nゲージの動画中に氷くらいって言われそうですけど、まあどうでしょうね。で、小田急の2000型。え、俺より2歳年上なんだ。1995年登場した次の車両、1000型の戦争機で客扉幅を、戦闘士乗務員室後方のみ1300人、それが1600人、そして系列と。2001年までの865電子基本が製造され、現在編成の区間となく全車を輸出しますが、パンタグラムの、パンタグラムの交換と、種別記号字がフルガレディ化、車体の帯色が、まあ、更新されてますと。で、今回ボディ、パンタグラフが、審判かな、あ、そうそう、審判になったやつですね。審判になって、床式が成型色グレーで、屋根が、グレーと進み、クーラー成型色グレー、こんな感じと、できますね。一応、コーラスルビーとプラス、台車は非終電の台車プラス、こんな感じと。で、一応今回、塗装済み続きと、板状キットに出て変化なんで、板状キットってことはどういう感じなんですかね。自分で設置補正で組み立てなきゃいけない、まあ、失礼かですけど、エコノミーキットみたいな感じなんですかね。どうなんでしょうね。わかんねえ。板状キットって言ったら一番困るんだよな。まあ、一応、板状キットにしていいですね、かと。あれ、ごめん、前回のさ、ちょっと待って、前回の形成ってなんて言われたっけ？形成とか見ると一発で分かるわ。あれ、北総どこだ見失ったか。あれ？あったあったあった。そうですね、ちょうど前回の形成と北総がこれなんですけど。いや、板状キットっていう書かれ方してねえんだ。そうです、塗装済みキットにて製品化すからね。板状キットって言われると嫌な予感するんだけど。待って、やっぱり板状キットってそっちじゃね？多分さ、エコノミーキットの方じゃね？もしかして。なんか俺、うっすらそんな感じで、ちなみに101系が？ああ、ビンゴっすね。完全にエコノミーキットだ、今回の小田急。ってことは、そんなに進化してねえってことか。前回のあれだっけ？前回のやつってボディ成形されてるっけ？ちょっと待ってくださいね。グリーンマックス小田急2000。ああ、前回のキット番号で案内すると、前回も板状キットっすね。品番が447円。447円。この後ろか。447円。これっすね。あ、これっすね。ちょうどここっすね。2000型基本4両増結するの。だこれを一本化しちゃったって感じか、もしかして。でも発売は今年の2月に発売されてんだよな。そうそう、シャバンに関しては全く違う。で、非終電台車の SS143。SS143 台車。特にただ台車に関しての記載はないか。これもしかして台車別売り？
あ、ビンゴですね。台車別売りだ。あ、ビンゴですね。しかも台車 SS143 台車って書いてるわ。なるほど。つまり前回発売した、てかあれか、今年の5月か。今年の5月に発売、2月か、2月に発売したキットが、まあ台車とか足回り別売りすぎてめんどくさいから、じゃあ一本化しますよって言って一本化した感じか。ちょっとざっくり値段計算しましょうか。動力台車は入ってるのこれ。枠だけか。ってことは台車別売り、台車別売りですね。ちょっと待って。ってことはボディが、ボディが6490円の、増結が、3960円。で、増結セットの方はパンタグラフ、あ、でもなんか、パンタグラフは今回あるか、新パート7型であるのか。まあ、今回だからさ、まあ、パンタグラフに関しては一応別売りになってるんで、多分そうだよな。ガルッ、ガルッつっちゃった。ガルッつっちゃった。多分パン、そうそう、一応パンタグラフに関しては、まあ、だからなんか完全に好きな方選んでくれた感じか。になってるんで。ただ、ボディはグレー成形だったから、俺、ミトソキットだったんだ、完全に。多分そんな感じっすね。そうですね、ボディグレー成形なんでミトソーキットか。だから今回あるか、まあ逆に言っちゃうけど、ミトソーキットじゃなくて、あの塗装済みの、なんつったらいいの、エコノミーキットって感じですね、言い方あるけど。だから本当に、うん、めんどくさいっすね、めんどくさいっすか。だとしても、パンタグラフか。パンタグラフは一応今回の、PT71C で計算すると、ごめん、全部で何個いるんだっけ。パンタグラフが全部で3機でいいのか。で、パンタグラフは3機のまま。パンタグラフは3機のままで、これ何個入り ?2 個入りか。660円が2つの、動力ユニットが、4950円。で、台車が7両分必須だから、660円かける7個か。今現在、そうですね、セット、パンタグラフ、動力ユニット、台車で計算して21,340円。で、今回、シャバンは付属するの？一応、シャバンとかに関しても付属は？あ、すみません。車両マークせっか付属するのか。ってことは、一応、車両マークで見ると、これか。まあ、1100円か。まあ、22,440円。まあ、確かに22,440円で、あと塗装すること考えたら、まあ、28,050円か。まあ、あとなんか、もろもろ多分違うと思いますけど、一応今現在めんどくさいので、大雑把に計算すると、まあ、塗装賃で5,610円って考えると、まあ、悪くはないのかなって気がしますけど、特にもあれか。前回のやつってこれどう最初、窓ガラスってプラ板だったやつでしょ、多分。多分プラ板だと思うんだよな。多分ね、プラ板かなんかを切り出して、あの窓ガラスにゴム系接着剤なんかで固定、あ、でも違うわ。あ、でもガラスははめ込み式に変わってたんだ。なるほど、ガラスははめ込み式に変わって、一応エッチングバーズの手すりとかもちゃんとあるんだ。なるほどね。じゃあ、これ、完全にミトソーキットだけじゃん。ミトソーが多分あれだ、塗装済みキットになっただけじゃん。で、シャバンはこんな感じってやつか。なるほどね。一応車両マークに関しては、445の A から C まで3種類ぐらいあるみたいなんで、まあ、まあ、お好みで買ってくると。445A、445C。あと、小田急2000っぽいステッカー探すと、小田急3000、8000、1000、まあ1000か。まあ、2000系はちょっと今ねえんだよな、見た感じ。まあ、もろもろ込み、まあそう考えたら確かに、まあ、塗装しなくて済むよっていう点か。ただまあ、板状キットなんで、どっちどっちにしろ組み立てはまあ接着剤だもんな。接着剤ってからか。ゴム系か。でもそうだよな。ちょっと待ってください。これか。
多分そうだよね、ゴム系接着剤か流し込み系の接着剤で固定してくれたやつですよね、これ多分。で、これ瞬間接着剤でやるとガラス発火するんで、絶対瞬間接着剤使っちゃいけないんですよ、これ多分。全然わからん。マジでわからん。だから俺がね、エコノミーキット嫌いな理由がこれなんですよ。マジで。ああ、そうです。やっぱり流し込み系接着剤ですね。流し込み系接着剤流して、動力ユニット、まあこの、なんだっけ、スロットル用の動力ユニットのアダプター固定して、まあやってくれと。で、中間車等に関してみても、あ、やっぱりそうです。ゴム系接着剤ですね。俺が一番嫌いなタイプ。で、特に綺麗に L 字に組まないと歪むっていうクソみたいなタイプ。そしてバリが多いゴミみたいなタイプってやつですね。すいません、ミトゾキットって本当にエコノミキットって古いんでバリすごいんですよね。俺も東急の8500買った時に後悔して、ぶち切れた。昔。なるほどね。確かにね、塗装済みキットに関してはね、間違ってねえんだよな。でもさ、せめて言うを1個だけくらい作ってたし、ね、だとしてもだよ。ポスターもう一枚にもちゃっかりあんだよな、塗装済みのエコノミーキットって表現。どう考えたってこれ着色済みのエコノミーキットだろ。これ一般的によ、この塗装済みキットってランプつけちゃ絶対いけない気がする俺。南部支線ってどっちのランプついたっけ、先月。その南部支線次第な、ぶっちゃけ。南部支線が塗装済みキットってついてたらごめんなさい。南部支線、どこだ？あったー。グリーンマックスが悪い。ミトソーキットって書いてある、こっちは。あー、でもまあ、エコノミーキットでもねえのか。あ、でもそうか。逆に言うと、あれか。完成品、まあ、俗にだからあるか。まあ、俺がよく俗に言う、完成品分解キットって言い方するんですよ。まあ、例えば、北総の7300とか、まあ、京成みたいなキットのこと。だと、完成品の分解キットは、まあ、普通に塗装済みキットですけど、そうか、ミトソーキットってねえもんな。逆に、そうですね、完成品の分解されたキットで今までミトソーキットってないんで、まあ、致し方ないかなって思いますけど。ただこれ塗装済みキットで売るのはちょっといかんせんきついだろう。せめて言い方変えなきゃダメじゃん。俺今ちゃっかりここ見てさ、運ばれてんのかなと、ざっかり板状切った時で今引いたんだけど一瞬。まあ確かに自分でね、マスキングしたりどうこうしなくて済むんで、その辺は楽だなと思いますけど。まあぶっちゃけ微妙でしょうね。俺は買わね。で、近鉄ですね。近鉄の、LED 仕様の、4両基本の、12編成。近鉄12410系が、1980年に名阪高特急のノーストップ用として、12400系を、基礎に製造。ことは第2編成になるんだ、これ。製造当初は3両でしたが、その後中華車組み込んで4両化。97年から断続的に車両内外の輸入のことされ、基礎基準 LED 化、基礎にするの設置、車体色の、塗装更新、まあ、新塗装化が行われます。で、今回、付属の貫通パーツつくんじゃん。珍しいね。ってことあるか、旧製品持ってる人はじゃあしょうがないんで、別売りのパーツ手配するから、それ買ってくれたやつ。これは進歩っすね。一応、付属の貫通パーツを積んで、連結面を売り上げに再現可能。で、喫煙室見せつつ、帰宅予想時の入れ方は2013年頃なんで、今からちょうど10年前か。で、車両番号、座席番号表示は印刷済み、種別側面、付属セットは新規数から付け式。で、列車無線で予測する貫通パーツに取り付け、ヘッドライト拍手接触、全面種別表示、通過手段拍手と。で、前回前員の違いに関しては、車両番号の変更と、新規制度の成果が付属、貫通力開閉パーツが付属、622、623。ってことは、これさ、動力付きが11、動力なしが12とか、あ、違うわ。でも、15が LED だもんな。LED じゃない、幕式なのか。そうなると、基本セットが13、増結14ってこっちじゃね。で、622、23。620、あ、600?3万1000。ただの3万か。3万622、出たけされてますね。ちょっと待ってくださいね。グリーンマックス3062。あ、これか。3062、ごめんなさい。詳しいデータ出なかったんですけど、1個だけデータ見つかりました。ちょっと待ちくださいね。
前回は、3622ですね。一応全、3622、623ともに、こっちですね。前回の基本増結ともに、大阪ナンバー、行き先、選択式と。で、方向膜が LED 化された姿を再現している3622、623なんだけど、シャバンがわかんねえんだよな。うん、前回ごめんなさい。多分あれだ。前回ね、基本セットが14だ。基本セットが14で、大阪ナンバ行き。で、増結セットが、今回11なんですけど、同じ奇数者として13。っていう感じがしますね。現行塗装、喫煙ルームなしって感じで。まあ、それがだから、現行塗装ってよりかは、旧塗装って言い方されたんで、多分これが2013年より前の発売なのかな。一応、品番3600人。一応、2017年の5月予定って感じで発売されてるんで、ちょうど俺が YouTube やる。やらない、あ、だからまあやり始めるギリギリ前の時か。だと思うんですけど。そんな感じです。だからまあ少なく見積もっても、まあ再生産されてなければ6年間で焼き直しっていう感じですね。まあでも確かに前回のね、大阪ナンバーのこの基本増結からまあ固定されてないっていうのはね、まあまあまあ悪くないかなって感じですかね。そうですね。ちなみにお値段が前回の基本4両編成、19,700 円と増結セットが16,700 円ですね。まあ、これがちょっと税抜きなのか税込みなのか、2017年だと、おそらく税抜き表記なんですよね。なので、まあ、税込みに直すと約2万なんで、まあ、そんなに金額的には変わんないぐらいなんですかね。どう考えても197って中途半端すぎるんで、多分税抜き価格だと思うんですけど。どうなんだろうな。一応そうですね、当時のメーカー希望小売価格は21,670円なんで、正直言うと近鉄は、基本セットはそうですね、やっぱりちょっと値上がってるのか。239%。2169%。俺のスマホさ、なんかさ、液晶が死んでるんですよね。マジイライラしきさ、ぶち壊そうなんだよね。2310円か。まあ、2310円で、行き先ステッカーと、そうですね。まあ、貫通扉のパーツ。特に貫通扉のパーツが今回、まあ、おそらく一編成分つくのが、どこかわかんねえんだけど、まあ、仮に2個入りだとして、まあ、お値段が1500円だっけ。あ、1400円か。そこになると、まあまあ、大してそんなに悪くはないって感じしますね。まあ、6年間っていうのもあるんで。うん、正直言うとね。さっきそんなに年数経ってないで値上がってたバケモンいたんで、そうですね。それに比べてまだマシかなと思って。で、一応こっちのね、12,415編成に関しても、一応前回、5万番台で製品化されてたみたいですね。一応前回の番号が、5566番。そうですね。一応こちらも、まあ、新規製のセッカープラス、関西プラスつくだけなんで、ちなみに前回はね、名古屋駅が印刷済みだったみたいです。で、一応今回こっちに関してみても、全面規制表示か、赤幕の、15編成。で、引き継ぎ設置の2013年頃の姿で、車両番号、座席番号表示が印刷済み。で、守備付き表示、側面表示が付属設計、アランチン規制作。で、リシャムさんと検索ボックス、カンタルベルパティだったり付け、ヘッドライト白色、テレシック、全面規制表示白色、付け着色と。そうですね、5万番台の商品も結局は3万番台で焼き直しになってますんで、結局、5万番台のもの珍しさっていうのもなくなりましたね。ちなみにこれ多分本ですね、当時の特急名古屋の試作品、まあ、試作品が9000円ですね。で、こっちはまあ大阪ナンバーなんで、多分そうですね、当時の旧製品そのまんまっていう感じですかね。まあ画像試作品というよりか、まあおそらく旧製品って感じですね。ちなみに前回のやつはでもね、行き先転倒仕様にはなってないっぽいんだよな、そんなに。どうなんだろうな。そうですね、一応前回のやつはね、全面方向膜白色、ヘッドライト白色、テールライト赤色の表記もあるんですけど、全面方向膜白色は一緒か。あ、そうですね。通過標識とか新しくなったのか。まあ、通過標識多分、下っすかね。どう見てもわかんないんだけど。まあ、一番わかんねえなぁ。まあ、2017年なんでね、だいぶ前なんだよな。まあ、その後に12600系とかもいろいろ出てますんで、近鉄特急は。
そうですね。まあ、悪くはないですかね。で、近鉄の5200系。そのうちの第9編成でいいのかわかんないけど。5209系。近鉄5200系は、88年に急行兼団体専用車種登場と。で、このうち5209系が9時に登場した5200系の派生形式車両。そうなんだ。停車頻度の少ない長距離車の用を応答しているため、両開き 1300mm で片側3扉。すべて自動転換クロスシートとして座席数の確保が外席数請求と。で、正面窓には曲面から搭載し、貫通扉の長さを縦長して 5208F までを5200系。補助電源装置に SIV を採用した、この子と第10編成5209系。さらに、ボルスタレス台車化したここ5211系と。近鉄ってイカラポンチみたいなことするんだね。へぇー。で、このうち今回出るのが5209系の基本4両と、増結4両か。あ、違う。基本4両でんか。ってことは、これ旧製品がある。ありそうだな。あ、ねえや。あ、ないんだ。へぇー。一応こちら、今回再現されているのが、名古屋線で活躍している5209系のうちの5110番。まあ、1本2本で言うと第2編成ですね。99年以降の、塗装簡略化後、標識と未更新の姿。車両番号を黒目線、ベビーカーの品詰めで、種別的自由戦績、弱力風車、付属性が貼り付けしてで、レシムさんとユーズボックス、全面貫通ホール、ユーザー取り付け、ヘッドライト、電球、テラシ、色、通過色、電気色、フワリスクのコルセンク搭載と。旧製品ってないの？お前何番だっけ ?318138。813。ああ、なるほどね。ああ、商品名変わったこっちか。あ、そうだよな。おめえら商品名変わったよな。いや、確かこいつらね、一回商品名変わってるはずなんだよな。いや、覚えてねえ。ちょっと待って。確かね、AX09 じゃない、これ。確かね、当時ね、グリーンマックスがね、AX09 とかなんかっていうの、面白い編成番号。で、出してたのは知ってんだよ、俺。ただ、それがなんかね、ごめんなさい、シャバン。あ、違うわ。AX09 こっちだ。確かに商品名変わってんだよな。あ、ちげえか。金鉄が2800系だもんね。あれまあいいや。とりあえずでも確かに過去に出てますね。一応。その時に出たのが第9編成か。ちなみに発売したのが、ちょうど去年か。去年6月なんで、まあ1年ちょっとして、まあ、トップナンバーの方出してたんで、まあ一応おまけで出しましたと。まあ、特に前回あるから、中間のライトミットは、あ、そうですね。中間のライトミット非テントだったんで、今回ね、まあ普通に4両編成でも、まあ遊べれるようにはなりましたけど、まあまあって感じですかね。まあ一応名古屋線と。まあ、塗装簡略後99年以降の姿。まあ、ってことは今それ以降はそんなに大した工事されたような感じかね。一応まあ基本4両と。で、それのボルスタリス台車化された、造形セット。そうですね。そのうち3本いる中の真ん中の、まあ、第2編成で製品化。でこちらも一応、92年の塗装管理ここ標識と未更新の姿で、まあ、こんな感じと。で、一応前回その5200系が一緒に出てるのが、トップナンバーか。大当たりこういう時の考え方になっていいな。まあ、そしたらおそらく、どうなんですかね、今後、あ、なるほど、5200って真ん中のパンタグラフの車両のことなんだ。わかんねえけど。まあ、細かいこと言いそうじゃないですか。細かいこと言うとオーバーヒートするんで。だもしかしたら今後あれですかね。まあ、4両編成で、まあ、今回特に動力なしで出ちゃってるんで、まあ、もしかするとね、動力ありの、まあ、名古屋線って感じで、まあ、最後のボルスタレスの第3編成も、そうですね、出る分にはって感じですかね。一応、こちらもそうですね、去年発売からのバリエーション製品になりますんで。まあ、悪くはないのか。ちなみに前回のプロトタイプとしてみたら。あれか、付属編成に関しては、まるまる一緒っすからね。2800、あ、ごめんなさい、12と14か。あ、そうか、12、14で1個ずつ出したのか。なるほどね。面白い売り方するもんだね、グリーンマックスも。まあ一応だからあれか、俗に LC カー工事はさらった後の姿か。で、2800系がパンタグラフ、下は高坂で更新された2016年頃の姿なんで、特に、そうですね。一応、この5200系か。5200系のボルスタ車に関しては特になんもない感じですかね。なるほどね。だからまあ前回の6両で出しちゃったんで、じゃあ4両出すよって感じで出された感じの、まあ、新塗装。まあ、新塗装っていうもの。まあ一応、まあ基本造形ですね。あ、ごめんなさい。その前に今回13いたわ。ごめん、忘れてた。
あ、そうです。やっぱり13いましたね。なるほど。デビュー当時に13持ってきたんだ。じゃあ、コルタルカ5200系は全部で、ボルスタレス代謝3本で全部出た感じですね。まあ、5209系もか。なるほどね。一応こっち、1999年以上の、まだデビュー当時か。デビュー当時の、多分そうですね。車体の巣に、まあ、マルンカラーが入った、この姿。そうですね。公認会社は、まあ、新塗装、旧塗装になると結構分かりそうですね。白っぽいって感じなんで。で、こっちは、車両番号、スレーブフロゴ印刷済み。そうですね。で、こっちもステッカーとか、まあ、新規制作で、ホイホイという感じですかね。まあ、なので一応、まあそうですね。今回、ボルサレス大社はまあ全部出しますんで、まあそうですね。まあお好みで遊んでくださいって感じですかね。まあただ、1個だけ旧塗装なんでね。まあ時代設定は狂っちゃいますけど。だったら、車番選択式でよかったかなって考えるの俺だけですかね。ぶっちゃけそうですね。これ、前面の車番って、これか、運転席の上か。だったらそうですね。これ、正直なこと言うとさ、車番選択式でもよかったなって感じの俺だけですかね。特にでも、俺意外と思うんだけどさ、旧塗装のこのロゴマークかっこいいっすね。なんかこの LC カーマークっていうのかな、わかんないけど、このマークなんかかっこいい気がする。俺結構好きっすね、こういうマーク。まあどうなのかって感じですけどね。まあでも近鉄ファンの方からしたら、してやられたって感じなんですかね、やっぱり。ちょっとごめんなさい、俺あんまり近鉄、そうっすね。全く近鉄はそうなんですよ。俺本当に新品で買ったことで知らない車両なんで、まだ。まあちょっとごめんなさい、全然詳しくないんで申し訳ないですけど。まあ、そんな感じですかね。で、115系の瀬戸内トレイン。そう、前回発売したときに、いつだ。記載がない。あ、あと、5680。あ、なるほどね。前回あれか。あの、付属ステッカーの内容変更プラス、通常整備変更されたのか。5680。データ消された？消されてますね。あ、ごめんなさい、消されてねえ。5680か。前回発売したのが2年前なんで、ちょうどバレてんな感じか。で、前回はちなみに、特にないですね。ただ専用整備ですね、対応してて、お値段23,650円だったのが、安くなったんですね、ちょっとだけ。で、今回、一応、そうですね、まあ、付属ステッカーの内容変更。まあ、何が変更されたか分かりませんけど、一応ヘッドライトの各色 LED 化、台周回車系グレー化された2020年、11月以降なんで、本当、晩年タイプって感じなんですかね。で、一応ヘッドライトの白色入りが大回収がグレードされた、まあ、バネの方。で、車両番号 S 表、剣道表記、所属表記、国境時、半自動設置、印刷済みで、前面側面、種別表示、優先座席、新旧、弱冷房車、車ですね、ベビーカーマーク、付属ステッカーからの貼り付け式。で、これがおそらく新規ステッカーなんですかね。まあ、内容変更なんで、まあ、何が違うかごめんなさい、ちょっとわかんないですけど。で、レシーブセットに信号が保持するヒューズボックス依頼機、前面関東のジャンパー線グレードを取り付け、台本カバー取り付け済み、ヘッドライトアクシュテル設計、前面方向が白色が点灯と。品番が3650か。5680。今の在庫ねえのかな。あ、間違えた。115系。早、もう景気上が始まってるわ。早えなぁ。っぽくね、一気にどうしましょうか。あ、ちょうどこの辺か。115で見るとちょうどこの辺ですね。そうですね、瀬戸内の、あ、瀬戸内あるじゃん。あ、品切れになってるわ。そうですね、一応売り切れたっぽいっすね。681は品切れ扱いになってて、680はそもそも当該がないことになってる。売り切れてんだ。なるほどね。まあ、そうですね。まあ、瞬殺なのか分かりませんけど、まあでも去年発売して、そうですね、在庫ないみたいなんで、まあそんなにそもそも製造はされてないのか。まあただ、そうですね、値下がった割には、まあスリーブがノーマル化されたぐらいなんで、まあまあって感じなんですかね。で、一応基本と、ちなみに基本が、70、クモハが、第7。で、造血は第 8? あ、これは一緒なんだ。基本造血でシャバンもしてますね。あ、そうか、D7 だけでもいいですね。なるほどね。で、一応こちらもそうですね。付属セッター内変更し、通常整備変更されて、お値段が、22,000円。なので、少しは値下がってんのかな、こちら。
まず、ね、ちょっと値下がってますね。だほんとスリーブ代500円が今回値下がったって感じみたいですね。スリーブ代500円が値下がったって感じですね。ほ本当スリーブ代もうちょっとするけど、ステッカー内容の変更が、まあ、どんくらい差かわかんないんで、まあでも、どうでしょうね。だったらスリーブ代500円高くてもいいから、なんか前回と同じスリーブでも、が良かったかなっていう感じもしますけど。まだそれがあれかな、前回の、まあ、5万番台との作り分けなんですかね、一応は。で、残ったのが、マッチ食か。あ、ごめんなさい、名ですか。マッチ食に関しては、草津電化と個性性能として投入された2700万台に高速工場を貸し借りると。一応、4月1日をもって運用終了か。で、末期の生かした機器台車などの足回りがグレー化されたのが特徴で、今回グレー化された姿。そうですね、一応、大使館では活躍末期の姿で、編成台車の、台車がグレー化された L212 と、台車と床下機器がグレー化された L06 編成をプロテクに製品化。あ、ごめん、L12 って俺も知らねえや。どっちがどっち？やれ、全くわかんねえ。ちょっと調べましょうか。113系の、でもさ、どう考えてもさ、7700万台名乗っといてよ。トップナンバーで L12 って面白い編成なんですね。113系 L12。京都でいいんだっけ、確か。JR 西日本。JR 西日本で、あ、京都だっけ？あ、京都地域。そうですね、こっちの、4両基本ですね。基本セットの方が L12 で合ってます、ね。で、今回、車両番号、スカー転生番号、所属表記、ATC 表記、エンド表記、印刷済みで、車両センター信号員がフェーズボックスをオフィスする、開き、全面貫通ホール、ジャンパーセンサー取り付け、種別行き先表示、優先座席、弱冷車、クライセベーコンマーク、付属セット、新規設定、貼り付け式、台本カバー取り付け済み、ドレート電気接触、全面接触、白色は点灯で、全開全品との違いが、400ジャブ、車両番号の変更プラス、全面種別、路線面が付属セット、貼り付け変更、新規設定から制作。418。あ、前回は L の14ってことだったんだ。発売はちょうど2年前か。なるほど、完全に焼き直しって感じですね。まあ、第3編成か。第3編成だって L の14から。その前にも一応ね、あ、こちら40か。で、その前にも一応3万、そうです、一応ありますね、900は。これは2020年発売で、あ、なるほど、個性線だったやつか。で、個性線を見積みとして対象で2020年。でも、どっちにもあるか。こっちが出てからって感じか。あ、なるほど、確かに、でも、車番的には前回のやつと同じなんですね。一応、行き先が個性線だった。第1、第3。だ俗に L14 と、あ、L の12と14か。で、今回その L の12と14のうち、その L の14が、あ、一応、個性線のままだったのか。で、今回その個性線をやめて、まあ、貼り付け式に変更になってますよって感じか。なるほどね。で、造形セットの方。造形セットの方がそのうちの、L の06、プロトタイプで、まあ、第4編成って感じなのかね。なるほど。ちなみに、この子たち、京都市よりいいんだ。京都市長の113系は、
一応そうですね、113系は、もう今回の L 編成か。一応 L の5、6、あ、結構いるな。今回の発売される、まあ、L の12、一応廃車になってるみたいですね。今年の10月付で、てかあれか、本当にあれか、10月13日なんで、つい最近か、ツイッターに返そうと。で、一緒に出る L の6番が、一応旧車状態と。で、前回発売された L の14が、今年の4月1日付で、ツイッターに返そうと。ツイッターに行ってるだけなんで、どうなるかは分からんけど、まあ、ツイッターに行っちゃった時点で、若干の首切りは書くことになった。なるほどね。まあでも確かにこっちのね、増月に関しては、そうですね。まあ、台車のみグレー化された、まあ、トップナンバーと床下機器まで、まあ、グレー化された L の06。まあ個人的にはこっちの方が楽しみっちゃ楽しみって感じがしますけどね。まあ俺としてはですけど。うん。そうですね。てか113系に電熱いってのだって。なかなかの違和感だな。関東で113系に電源つかなかったんでね。そうです。これで慣れねえな。まあ、でも、そうです。一応2年前の発売からね、まあ、バリエーション製品にはなりましたけど、まあ、個性線からの、まあ、選択が、まあ、どういう感じになるか、ちょっとまあ、わかりませんけど。まあ、京都から、まあ、長原、安、柘植、わかんないけど、柘植か拓殖かわかんないけど。まあまあまあ、個人的になって感じなんですかね。で、最新さんの名鉄。品番が、31696。今年の5月発売されたみたいですね。そんな早かったんだ。以上、こちら。メテ3500系、それまでの通勤型車両6000系列の後継車として93年としてある、スリム品型制御、電気指令式ブレーキ、ワンハンドラスコの扱いと高速性能に向上による、F20 キロ走行の実現など、新規事項が盛り込まれた高性能通勤車で活躍。車体は6500系に準じた普通構成の3トロングシートで全面に使って取り付けられ、また電気式ブレーキ装備車両を示す ECB ロゴが全面に貼り付けられています。そうなんだ。あ、これか。面白いっすね。で、2017年から本格的な更新工事が実施され、制御機の更新のほか、基礎基準の振り返りでいいか、ドアジャムの設置、羽根の振り更新などが行われます。で、今回はそのキー更新車だった、まあ、やつが専用のライトユニットによって、基礎基準の設置が検討した、まあ、第3編成。で、車両番号、対空表示、コーポラトマーク、EC マークに続いて、こんな感じ。まあ、最新車なんでしょうね。ってことは3と4か。5だった、失礼。そこ惜しいの悲しいな。まあ、一応、今年の5月予定で発売になってますんで、まあ、本当につい最近か。ってことは、あ、これっすね。4月21日4日か。これか。名鉄316669の。じゃあ、瞬殺したんだ。知らなかった。あんまり名鉄じゃなそうっすね。買うことないんで。名鉄か。名鉄だとどの辺になんだ。あくびでした。あれグリーンマックスでどれだ迷った。あ、これか。完全にも。いや、危なかった。一応、近鉄あ、ごめん、名鉄か。普通に素で間違えた。名鉄でグリーンマックスに絞る。ブルーライナーがあと3店舗。で、今回、3500系か。3500。ああ、確かに予約受付中になってますね。
多分在庫は瞬殺したんだ。って感じですね。なんか面白いですね。まあだからあれか、本当にメディスマンの方でしたら、今年のまあ4月5月か、まあ、買えなかった人、まあ、これを機会にいかがでしょうかって感じなんですかね、一応は。逆に言うと、でも今年の5月、4月発売で、その1年後に再生産で出荷しますよっていうのは、なんか面白いですね。まあ、確かに今、名鉄もね、なんか新しいリバイバルガールの車両出たりで、なんか熱い路線ではあるんでね。特にまあ、名古屋駅の工事とかも、多分そろそろ始まるのかな。確か名古屋駅って名鉄工事やるよな。千葉市でイノシシ出たの、いつ？警官らが捕獲も3人怪我。千葉市中心部ってどこ？千葉市の中央区だって。千葉駅前のロータリーなど13件目撃情報だって。中央区中央港の埠頭で警察官が異分子捕獲。マジか、メスだって。てか千葉ってイノシシ出るんだ、初めて知った。千葉中央区だろ。いや言い方だけどさ、朝日とか銚子とかさ、あっちで出るならいいよ。千葉市の中央区、すげえな、イノシシで。普通に今引いてるわ。よしですね。名鉄名古屋。ああ、そうですね。やっぱり名鉄名古屋の工事計画がありますね。一応、違う、あれか、4線化すると多分、そうか、今ってあれだもんね。2面3線だっけ？違うわ。3面2線か。3面2線かなんかで、あと停車位置をなんかすげえ分かりやすくしてやってるんだけど、すごいっすね。ちなみに工事するって発表したのは2019年なんだ。じゃあ、かれこれ4年前なんですね。一応、名鉄名古屋駅の最盛期、2030年頃なんだ。新社長に就任した高崎って人、駅機能を2030年頃までに、まあ、完成させたいと。まあ、あと7年ぐらいか。まあ、今みたいな珍しい乗車方式も変わるんですかね。確かなんだっけ。外側のホームが一般の通勤電車だっけ。で、真ん中のなんか島式っぽいところ。あそこがなんだっけ、牛刀とかの特急専用なんだっけ。座席指定特急っていうのが、なんかなんだっけ、ミュースカイとかみたいな。そう考えるとなんか面白いなと思うんですけどね。まあでも確かに混雑緩和って考えると、名鉄なんかって列車がひっきり電車に来るって有名らしいですからね。一度行ってみたいんですけど。そうですね。一度行ってみたいんだよ。まあそうですね。まあ悪くないと思いますけど。で、あと、まあ細かいパーツ類かと。この辺で、ね、この駅とはね、興味ないんで、ちょっとご自身の調べてください。で、建設ですね、一応12,410と12,600を。一応、これに関しては、そうですね、まあ、さっき言った通り、12,600とかの給湯槽にも使えるやつと。一応、主な印象は、まあ、12,410系と12,600系の給湯槽と。そうですね、悪くはないんじゃないですかね。まあ、おそらく両面テープでポン付けしちゃってって方が楽かなと思います。まあ、どういう感じなのかごめんなさい。今のところね、まあ、なんだっけ、それこそだから、グリーンマックスのこの乾燥扉のやつって言ったら、まあ、ミュースカイに出て近鉄か。まだちょっと持ってないんでね、どういう感じなのかちょっとごめんなさい。実物知らないんで申し訳ないですけど。まあ、でも、旧塗装がね、今回こういう風に乾燥扉のパーツ出たんで、まあ、今後ね、もしかしたら新塗装とか、まあ、別の12,600系とか出るときに、ね、もしかしたらポンポンって感じでね、まあ、パーツだけっていうのも、ね、出るかもしんないんで、逆にね、セットの買い替え、ミュースカイの時はね、セットの買い替えだったんですよね、確か。だからね、それをしなくて済むっていうのは、まあ、お財布事情的にはね、まあ、悪くないんで、そうですね。まあ、加藤の足場図みたいな感じで。こういう貫通扉のね、まあ、旧製品特に出してから、まあ、焼き直しまでね、そんなに時間かかってないんで。そうなんですよね。本当にミュースカイの時もそうだったんですけど、1年、2年で、貫通扉付きのパーツ出しますよって言われてね。前回それの行き先点灯仕様で買っちゃってる人がいるんで、多分きついんですよね。お財布的には100%。そこ考えるとね、確かに今回のこの、まあ、貫通扉のパーツだけっていう売り方、俺、これに関してはそうですね。一応、
まあ、お財布考えてるんで偉いなとは思いますけどね。そうね、そこだけはいつ褒めるんですね。で、ちなみに動力大社屋ってこれ誰だ？なんか205系とこっぽいんだけど。これね、101系か。そうなんですね。南部一線とかに101系のキットが出るんで、それに合わせてって感じですかね。これちなみに101系ってそうだっけ？あ、そうですね。ちょうど1月以降ですね。だから101系に合わせて足回りのやつ出しますよって感じですね。12月以降再生産のこの、やつはあったんだけど、動力カバーか。動力カバーのこの 3M カバーってやつ。これは今回初めてなんですね。一応、本線についてグリムクオリティブと一応見たよ。まあ、悪くはないですね。まあ、ただエコノミーキット俺あまり好きじゃないんで。まあ、どっちみち買ってないんで。なるほど、101キロか。で、一応それの車番対応か。一応、所属競技が、テシ、ナハ、ナラ、ナハ、ホンナラ。まあ、少なく見積もっても、テシってどこわかんねえんだけど。まあ、那覇はわからん。奈良は奈良。で、東那覇は東だろ。ほんなら、まあ、一応そうですね。南部支線、鶴見線、南部線可能なんで、っていう感じですかね。車両換算とか順位表記も28両分なんで、まあ、それなりに入る感じはしますけど、まあ、でも101系って見るとね、逆にこれに関してはあの加藤からも101系の6両編成の黄色とか出てるんで、まあ、それ用に正直車番変えれるっていうのはでかいな。そうですね、個人的には。まあ、ただ俺あのそれこそ鉄コレの南部支線改造するのにあの完全に足回り総特化でぶっ壊しちゃってるんで、現状、ボディだけのこっちっていうのが、ザラにあるんですよ。だから、101系がね、あの、新しいスロットルスモーター出たら、足回り式、総特会で交換しなきゃいけないんで、あの、すげえ金かかるんですけど。総特会どころか、総交換、あの、総会の人なんでね。そうですね。でも、これはまあ、出た時にちょっとそうですね、忘れなければ買っていいですかね。1月なんで。で、一応、日本国系のゼロ番台を。まあ、これも、そら、あ、やっぱりそうですね、エコノミキというか、エコノミキというのを、まあ、対応して、埼京線、横浜線、京王線と。まあ、でも、200系に関してはね、失礼な言い方ですけど、まあ、所属表記に入ってるのはありがたいんですけど、まあ、ぶっちゃけ普通の車番で見るとね、一応世田谷車両センターからも出てるし、あれ世田谷からって表記でしたっけ？確かね、世田谷からね、表記ってあるはずなんだよ。それがね、200億円の車番インデータの中には入ってないはずなんだよ。だから別途買わなきゃいけないなっていうのあったはずなんだよ。また僕から。そうですね、一応車番インデータで言うと、まあ、つい最近で言うと、加藤から発売された入庫系で言うと総武線か。だから総武線の車番ってまだないんで、まあ、つい最近発売したので言うと埼京線か。埼京線だったら確かあるはずなんだけど、埼京線まだねえや。あれ、埼京線ってなかったっけ？ごめんなさい、あると思ってたっけ。あ、でも一応、俺さん、東日本200系所属表記あるんで。一応、所属表記は。まあ、少なくとも、大船電車区とか、それなりには入ってるんで、蜂蜜とかも。まあ、あと、八戸田？あと、仙石線。で、ナンバー2。こっちはあれっすね。一応こっちはあれか、末期の横倉とか、横の半なんですかね。で、あとこっちも八戸田地形を。まあ、俗に言われか。本当に末期、まあ、だからか、国鉄時代と JR 時代って感じですかね。こっちはほぼほぼ。そういう感じっぽいんだよな。ただ、東的って、的ってあったっけなんか。東的？横倉はわかるんですよね。これがいまいちわかんねえんだよ。東的。的って言ったら、松戸しかねえもん。まあ、東都は山手線だろ。横倉、横浜線、横那覇南部線。横骨は多分相模線か。で、これが埼京線だろ？宮原。で、宮山って多分あれか、宇都宮線か。で、八戸田が武蔵野、地形が京葉、線線が仙山線だと思うんですけどね。そんな感じなんで、そうですね。まあ、こっち買えばいいんで、
どうだろうな。まあでも値段的には、ね、所属表記買って、まああと車番別個で買わなきゃいけないっていうめんどくささあるんで、まあでもこっち見るとね、一応形式プラスバラ数字っていう言い方になってるんで、まあ自分でね、合成しなきゃいけないんですよ、綺麗に。だったらまあ普通に例えば自分が横浜線だったら横浜線。一応横浜線は確かあるんですよ。俺買ったことあるんで。あ、これだ。で、これ一応1枚買うと、基本的に失敗しなければ、その1枚で、ね、ある程度の車番網羅できるんで、あと自分がどの編成作りたいか。多分あると思うんですけど、その、まあ、横倉の1から28番のうち、確か28だったと思うんですけど。そうですね。だからまあ自分のお好みの車番プラス、まあ一応1枚買えばね、失敗しなければ使えるんで、まあ俺としてはね、2枚買っといて、損はないと思いますんで。特にまあ、俺みたいにね、横浜線好きで一本やりで集める人からしたら、そうですね。まあ2枚買っとけば、損はないんでね。そこ考えると、まあぶっちゃけそうですね。まあ、値段的とクオリティ的に考えてみても、まあ世田谷の方に分があるんですかね。まあいまいちわかりませんけど。あとは発売してみてね、どういう感じになるか。ただまあ車両完成駅に関しても、まあ20両分。まあ検査表記も40両分。まあそれ入るのはね、まあでかいと思いますけど。そうですね。まあでも意外と GM の車番もね、あの数字は結構ね、つきやすいんですよ。まあ、正直ね、あの、バラ数字をね、合成するのはね、あの結構めんどくさいんですよね。細かい作業俺ちょっと苦手なんで。まあ、どっちに世田谷のやつでもね、たまにバラ数字合成しようとは頑張ってますけど。そうですね、それぐらいですかね。で、あとは、まあ、それが200系の、まあ、0番台と1000番台の関西線か。そうですね、まあ、関西、まあ、そうか、関西か。一応、ひねのと、まあ、奈良電車か。で、1000番台、3000番台の高崎線か。一応、雲波、久波、モハ、サハで、まあ、小山、高島。島ってどこだ？そうですね、少なくとも北山は小山だろ、多分。高島ってどこだろうな、新前橋かな。で、東山が小山、高崎だろ。てか、昔、戸高っつったんだ、知らなかった。まあ、高高って今で高崎知る線だか。で、千まりと、戸名野と長野。戸名野って何？知らないんだけど。戸名野って言い方するんですかね、今。でも、だから確かちょっと前に JR って、なんか、あれだっけ、死者かなんかぶっ壊そうとしたんだっけ、あれぶっ壊しちゃったんだっけ、もう。なんか最近の話だと、鶴見線のなんだっけ、E131系だっけ。あれがなんか所属表記つかずに、あの、搬入されてるらしいんで、2編成ぐらい。だから、JR の今ね、東の列車ってなんか、わかんないんだけど、なんかあるんですよね。だから、今の東京総合車両センターの TOTO が、なんだっけ、首都圏地域って言うんだっけ。なんか詳しく知らないんだけど。俺もそこまでさ、勉強してねえからさ。なんつうんだろうな、あれ。そうですね、一応首都圏本部って言い方になってんのか。一応2022年に東京支社から首都圏本部に改編なんですかね。で、一応管轄路線が、いろいろありつつで、統括センターで見ると、統括センターじゃない、所属営業所だ。車両基地で見ると、そうですね、一応東京さんを探してた。だから、あ、構造も入っちゃったの？え、マジで？え、知らなかった。え、マジで？聞いてんだけど、あ、そうか、200系はもう今構造関係ねえんだ。え、マジか。うわ、幕張もだ。マジで？すげえな、東京地域。東京総合車両センターと神津車両センターで鎌倉、幕張で京王もだ。あと東大宮と奥、松戸、埼玉、小山、勝田、水郡線に高崎、群馬、長野に松本に、高見に、三鷹に、豊田に、川越だって。え、バカじゃないの。え、首都圏本部すごくね、範囲バカ広くね。だから隣のなんだ。俺おかしいなと思ったんだよ今。高崎はわかるんですよ、普通に高なんで。今、高崎市って言わないの？いつから？いつから？ 2022 年か。え、知らなかった。じゃあ、あれなんですかね、もう所属表記って変わってるんですかね。普通に引いてるんだけど。
え、じゃあ211系ってあれなの、わざわざ高高高からと高に変えたってこと。え、俺高崎行ってこようかな。すげえ気になるんだけど。知らなかった。で、一応5000万だよ、静岡車か。へぇー、まあそうですね、こっちも、まあでも一応5000万だよね、今、加藤がちょうど選挙発表しますって出てるんで、まあ、加藤も出るし、まあ、世田谷車輪だからも出ると思うんで、もうごめん、普通に東京支社編の再編で、俺、頭の中今、ぐるぐるパー状態だ。で、ごめんなさい、ダミーカップだと。一応、お召し列車検疫の密着準決作業者ダミーカプラか。あ、一応、お召しは機関車なんだ。一応、連結機能はありませんと。だまあ、トミックスのダミーカプラかなんかの、まあ、立体的パーツかなんか、まあまあ、わかんないけど、旧製品とかにも使われた感じなんですかね。まあ、そんな感じの、まあ、今回のラインナップと。まあ、そうですね。本当にラインナップ的には、まあ、ポスター2枚で豊富ですけど、まあ、でも、いかんせんそうですね。一番最後に新発表したりにはね、加藤のワイドビューに勝てるとは思えないし、ぶっこんできたりと。まあ、ちょこちょことね、怖いところありますけど。まあ、ただ今現在に大手の発売出てるとしたら、まあ3月か。3月トミックスかね、出てるところにぶっ込む。まあそうね。一応4月はまた確かに出てないんですよね、トミックス。まあでも2月、そうですね、ワイドビュー。確かにまあワイドビューって一般的には関西地区。まあ中京圏関西地区向けなんで、確かに関東に関してはあんまり関係ないと思うんですけど。ただそれでもやっぱりね、あのワイドビュー出る2月に京急とこのメトロをぶっ込んできた。これはちょっとね、俺強気な戦争かなっていう気もするんで。まあちょっとね、どうなるかわかりませんけど。まあでも正直ね、俺2月は本当にワイドビュー、そうですね、もともとワイドビュー持ってなかったんで、まあ、欲しいなと思ってたんですけど、プレネついちゃってて我慢してたっていうのがあったんで、今回ワイドビューね、大量購入になったんで、ちょっとね、京急とメトロ。そうですね、よく、まあ、よく使うってわけじゃないですけど、まあ直通先、まあ京急は地元路線だし、メトロはね、まあ、乗り入れ先の路線として、まあ東急昔よく使ってたんで。そうですね、昔トレセで予約してる頃は、よくあの、綱島から、あの横浜までイモンで買い物するときとか、まあよく、あまり東京の車両好きじゃなかったんで、西部か東部くらいだ。まあ、なかなかの基礎になかったらメトロで我慢してたんで、よく乗ってたんですけど。まあそうね、ちょっとやっぱりでも重量でね、5万3000、まあ5万2600円、ちょっと高いなって気もするんですよね。まあ特に京急なんか12両買ったら、お値段6万いくら？マジで12両買ったらいくらするの？416だから、まあ、約6万2200円ぐらい。6万2200円ぐらいか。12両で6万2000円。ちょっと高いんですよね。で、ましては一応これ、ま、4たす8の12両だけですけど、例えばこれね、4×3。一応、研究ってダイヤ上 4×3 の列車っていうのが、朝の時間帯にもあるのかな。朝の時間帯にもあるし、夜の時間帯にも1本だけいるんですよ。確かね、列車番号がね、23A ってやつ。何航路かごめんなさい。ちょっと俺も把握しきれてないんですけど。一応、あの、品川まで回送で送り込まれて、んで、あの、なんだっけ。前8両。まあ、前の4たす4が、三崎口行き、か栗浜行き。で、後ろの4両が金沢文庫行きになる 4×3 回徳っていうのも経験あるんで。だから、それで、まあ、アルミでやるとすると、2万3000円の、いくらだ ?2 万3500円の、2万3500円の、ちょっと待ってくださいね。2万600円が2つになるんで、まあ、事実上12両編成の経験組んだ場合には6万5000円になりますんで、いや、確かに京急はね、やっぱり12路編成の買い得とかもあるんで、やっぱり京急はね、4たす8とか、まあ、あとステンレスにつなげたりとかっていうのもあるんで、うん、楽しみではあるんですけど、さすがにでもそうですね、12両で6万5000円は出ないんですよね。ちなみにさ、12両で6万5000円ってさ、買ったらどんくらいになるの？すげえ気になるんだけど。だってあれでしょ？ネックスが12両で4万でしょ？確かネックス今回ね、6両3万で出てるんですよ、俺の記憶だと。あれ3万だっけ、ネックスって。確か3万しか、近かったんだよ、今回。あ、ごめんなさい。ネックスあるか。10両買っても、あれごめん、6両で買っても2万5000円か。2万5000円で落ちてくるんで、少なくともでも12両で5万で落ちてくるんで、そこ考えるとね。で、まあ、あとそうですね。一応、日立の、まあ、リバイバルから、これが10両で 3%5 って考えると、確か 3%5 だよな。ちょっと 3%5 ですね。で、あと、ワイドビューで見ると、今回確かワイドビューがちょうど543なんだっけ ?443 だか543なんですよ。ごめんなさい。443か。443なんで、仮に11両全部、まあちょうど京急みたいな、まあさすがにワイドビューがね、11両編成っていうのはないですけど、まあ仮に11両全部買ったとしても、まあ4万2000円なんで、だいぶ京急より安いんですよね。言い方変えると。なので、そうですね。まあ、ぶっちゃけ、まあ、京急ファンからしたら確かにね、待望の、まあ確かに俺もね、アルミの更新車なんか確かに待ってた部分があるんで、うん、まあまあ確かに嬉しいなとは思うんですけど、ただそうね、このワイドビューの2月にぶつけてきた、これは強気かなと思いますね。特にまあ小田急のね、あの1000系も2月に出ますんで、正直関東の施設が一気に2月で目白押しって考えると、
本当に、ところが、男が目白押しでね。総合をなんとか連れ出しってわけでもないんだけど。高田のバーで酔ったとき、こっちか。関係ないと言ってたけどさ。まあでもどうなんでしょうね。2月だろう。一応2月で見ると、これ1月か。一応2月で見るとここっすね。まあエコノミーキットとか合わせつつ、で、キハ110がもう八高線方面。で、JR 九州、東武7万。で、西武2000系、小田急1000。で、東急の再生産。で、東急は1592、京急と。で、メトロと。バカじゃねえのってくらい関東の資産だ。逆にこれ関東の資産ないのってさ、まあ、京成北総グループとさ、ぶっちゃけ京王ぐらいじゃね だって小田急あんじゃん。西武あんじゃん。あ、東武もねえのか。で、東急ある、京急ある、で、メトロある。そうですね。ないのって、多分、東武と、京成グループですね。あと、京王か。威張ることじゃねえんだけど だこれ多分ね、2月にはね、俺これ遅延すると思うんですけど、どうだろうね。まあ、遅延か繰り上がりする可能性もね、ゼロではないと思いますけど。まあ、まして近鉄もそうですね。近鉄も、まあ、2000、まあ、2万2000系か。2万2000系のリニューアル車に、今回の5200系。まあ、2種類系列と、まあ、1万2410系。まあ、3ヶ月連続で近鉄。まあ、東急も一応そうですね。3月と、まあ、2月か。特にまあ田園として、まあ、田園として大町線のまあ並列路線で見ると3月、2月。で、ましては6000系が確か1月なんですよね、俺の記憶だと。確か1月だったはずなんだよな。あ、そうです、1月ですね。1月なんで、ちょっとグリーンマックスやりすぎじゃねえかっていう気がするんですよね。正直そうですね、ちょっとここはグリーンマックス気をつけてた方がいいかなって感じですね。まあ、下手したら共倒れた可能性ありますからね。まあ、どうなるか分かりませんけど。そうっすね。まあ、グリーンマックスなりにはね、頑張ってんのかなと思いますけど。アルミこっちか。あれ？一応、細かいデータ更新に関しては、あれっすね。Excel の方にもう更新入れてますんで。ちょね、昨日繊維カップされた時点で、Excel の方に、Excel はね、俺もスマホにも Excel 同じアカウントで入れてるんで、もちろん。と更新工事すぐにできたんで、一応こんな感じで。一応こうですね、アルミなんかに関しては、もう24年の2月予定で、一応ある程度打ってるんで。まあ、細かい内容はね、どうせ発売した時の動画とか見返せばわかるんで。そんな感じにはしますけど、そうですね、どうなることやら。まあでも、なんかトイレじゃなかったのは意外だったんだよな。正直言うとね、俺も今回トイレやっと出るのかなと思ってたんですよ。ただトイレが出るにしては、そうなんですよね。今回確かにエアポート急行って種別が京急の中で、ね、なくなって休校になるっていうのはわかるんで、それでエアポート急行としてのはわかるんですよ。ただトイレってどちらかというとメインディッシュはウイングなんですよね。一応今回の京急だとダイヤ改正でウイングもちょこっとダイヤいじくられてるんですよ。新しい情報見てると。だから俺ウイングないから一瞬ちょっとトイレの可能性ねえかなと思って、一応補欠でね、アルミとオイサキミチか。一応俺のツイッターの方に載ってるんですけど。一応ちょっと待ってくださいね。まあどうせもう無駄、後で動画合成するだけなんで無駄話しますけど、一応こういう感じですね。一応これがね、今回のグリーンマックスの、ごめんなさい。こっちが予想だったんですけど、まあ普通にね、新設定でエアポート急行ってあったんで、まあ俺としてはね、あくまでも、まあトイレが来るか、アルミの工人車が来るか、まあ大石組か、シャバン追加が来るかっつってね、まあ結局当たったのはね、アルミだったんですけど。そうなんですね。でね、もし仮にこれがまあウィングだった場合、まあどうせこれ結局の時刻表なんで、もう公表に公表っていうか公表されてるやつなんで全然出しちゃっても大丈夫だと思うんですけど、一応これですね。一応、京急のダイヤ改正で見ると、こういう感じで、平日夜の、ウィング14、16号が、今まではね、品川駅の3番線、投炭式ホームの、投炭式でかあるか、3番線の、なんつうかな、投炭式？端っこのホームだったんですけど、それがね、今回から1番線の列車に増結って感じに変わるみたいなんですよ。あ、これですね、これ。一応、従来だったの場合は、8路編成の運行から、まあ、従来の快特の後ろにトイレでくっつけるんで、多分トイレが出る場合はね、ウィングっていうね、表記もするのかなと思ったんで、俺は今回トイレの可能性ね、少ないなと思ってたんで、補欠したんですけど。
当たりましたね。まあ相変わらず無駄な勘だけはね、発達しますんで。まあ無駄な勘が発達しなければね、本当に今年の結構ね、俺グリーンマックスのこの、なんつうの、被弾率っていうか、製品化の当たり率、結構いいんですよね。本当に打率で見るとね、6割、7割ぐらいは余裕であるんで、ちょっとびっくりするんですけど、俺も。そうですね、ただグリーンマックスはね、本当に大手の N ゲージの中でも、どうだろうな、マイクロ以上とは言えないけど、マイクロ並みなんですよね。マイクロが今回出したさ、形成っていくらだっけ ?8 両で42だっけ、ああ、4号か。形成が8両4号。小田急が、あ、でも京急でいいよ。京急が4両で、まあ4たす4で44。確かに値段的にはそんなに変わんないんですよね。そうっすね。確かにそんなに変わんねえんだよな。まあ4たす4か8両貫通かっていう差はね、ありますけど。だから本当にマジでマイクロも GM も今この2社に関しては本当に高すぎるんで、俺も買えないですよね、マジで。だから俺今現在マイクロと GM だと、一応来月予定、まだちょっとあのマイクロから正式に発表されないんであれなんですけど、一応多分11月に出荷されるメトロの6000系。一応マイクロ S に関しては俺メトロの6000系で予約が終わるんですよ。あとは全部本当加藤とトミックスってメインになってるんですけど、一応こんなんですよ。一応俺は今唯一 GM で、あのマイクロで予約してるのがこのメトロ6000。で、唯一 GM で予約してるのが、GM で予約してるのが、ちょうど1月なんですよね。1月のどっかに多分あると思うんですけど、どうだっけ、確か1月だったはずなんだけど、あれ違ったっけ、あれおかしいの、2月じゃねえんだよ。あ、これ1月ですね。1月に予約してる、西武ですね。西武の、6両1本と2両2つかな、確か。確かに6両とね、2両2つなんだ。違ったっけな、一応前回ね、なんだっけ、あの、サヨナラ編成の8両買ってるんで、今回6両欲しいなと思って。確か6両と2両2つ予約したはずなんですけど。そうですね、6両と2両2つですね。なので、一応 GM に関しては本当にマジで、あの、俺よくキットしか期待してないよって言い方したと思うんですよ、随分昔から。本当その通りなんですよね。現状高くてこれなんですよ。うん、まあ、特に西武のね、2000系も首が近いって分かってたんで、じゃあしょうがねえかと思って買ったんですけど。どうなるかですかね。ただこの西武の2両のキットも、その後に出た、あの、その前に出た完成品より値段高く出てるんで、やべえなと思ってるんですけど。だからね、本当にマジでね、俺多分ね、ちょっと前の動画で、あの、マイクロと GM 30年後か50年後に危ねえよって言ったんだけど、俺正直に言うよ。10年後ですらちょっとイエローゾーンだと思う。正直今。まして消費税がさ、値上がるって話も、まあどうなるかわかりませんけどね。まあただ減税したら、なんだっけ、買い控えっていうのか、なんか起きるんで、多分減税はされねえよっていうなってると思うんですけど、現状でも消費税に上がった場合はね、確実に買い控えっていうのが起きるはずなんで、だから結局そうなんですよね。俺たちが業者、まあ俺たちが販売店から買うときに消費税かかるし、業者は業者でね、原材料とか買うときに消費税かかるはずなんですよ。だから結局、業者の、なんつうの、その業者の、だから、原材料費を作る会社も、まあ、原材料代プラス人件費値上がる。で、それを仕入れてる制作側が値上がる。それを買う販売店側が値上がるなんで、結局最悪なつてっていうのが俺たち顧客に回ってくるんですよね。なので、まあ多分本当にこういう趣味の世界っていうのは本当に消費税値上がれば絶対潰れるはずなんで、どっかしらが。そうですね。だから本当に顧客がね、買い控えさえしちゃえば、あの、経済って綺麗に循環してるように見えるんですけど、血流は止まるんですよね、どっかしらで。それをカテーテル手術してもどうにもならないぐらいに止まりかけてるっていう気はするんで、俺の中ではあくまでも。そうですね。だから本当にどうなるかも必須ですけどね。まあちょっと、まあそうですね。本当に、まあ本当に今日9月の、あ、ごめんなさい、10月の26日なんで、まあ明日金曜日の、ちょっと加藤の繊維カップを見て、まあ、一応あの、一応ね、誰か。今消しちゃった俺。ついでに動作あれですね。一応加藤の東海道線はもう入荷してるんで、多分入荷してるよ。で、一応あれですね。明日宮古島入荷するんで、まあ、今日は多分絶対入荷しないんで、明日宮古内が入荷してからまとめて引き取り行っちゃった方が、あの、回数券を組んで、まあ、どっちみちあの、発売してから2週間以内引き取りでも問題ないんで。多分もう入荷してるはずなんだよな。一応昨日火曜日かなんかに出荷されてるはずなんで、業者から。多分昨日か、今日には入荷するはずなんで。どうだろう。入荷されたんですね。
一応10両と5両、4万か。4万1000円プラス、宮古内が1本1万5000円、1万2000円なんで、36? だから41の36なんで、8万ぐらいか。なると思いますんで。一応41だよな。42か42と、じゃあまだね、入館内出てねえと思うんだよな。まあ、予約受付中にもなってないと思うんですけど。あ、そうですね、セントラルライナー一応まだ予約受付ですよね。まだ入荷だ、今日入荷するかどうか、今日じゃない、明日か、明日入荷するかどうかと思うんで、まあ一応土日に、そうですね、引き取りは行きたいなと思ってますんで。そうですね、それぐらいっすかね。一応今回はそうですね、一応、まあ、来週はね、一応昨日俺採血されて、来週の水曜日にまた病院行かなきゃいけないん で、ちょうど火曜日がね、DD50 出荷日なんで、ちょっと火曜日はね、火曜日の水曜日は引き取りできないんで、でもそれは木金あたりになると思っちゃうんで、多分今月中の引き取りはちょっと厳しいんでね、さすがに水曜日ね、病院行った後、横浜まで飛んでっていうのはね、まあ、本当に医者になってるか分かんないんで、予定組めないし、どっちにしろ薬局行って薬もらわなきゃいけないっていうのがあるんで、多分時間かかっちゃうんですよね。そういうのもあるんで、一応、そうですね。まあ、病院の日はおとなしくしつつっていう感じになっちゃうんで。そうですね。そういう感じですかね。と、まあ、無駄話しつつっていう感じですかね。うん、まあ、そうですね。とりあえずはまずね、明日の加藤の、そうですね。ちょっと新製品情報だけ何が出てくるか、まあ、ちょっと見守りつつっていう感じにしたいかなとね。でもね、一応ね、今日でなかったら、来週がね、祝日入っちゃってるんですよね。11月3日。まあ、地方競馬でいうと JBC で、が入っちゃってるんで、多分ね、祝日回避するとなると、やっぱり明日がね、濃厚かなと思ってるんですよね。もしくは2日の木曜日、前日に出ちゃうっていう特例もあると思うんですけど、多分10日ってことはないと思うんですよね。10日って可能性はないと思うんで、そうですね、10日って可能性ないんで、まあ、良くて明日、遅くて2日、うん、かなと思いますんで。まあ、とりあえず明日の11時になっていればね、加藤から新製品出るか出ないか分かるんで、そうですね、まあ、それ次第っていう感じにはなると思いますんで、ね、まあ、すいませんが、この動画だけね、先に合成して、ちょっと修理だけしちゃいますんでね、ちょっと話長々と、すいませんね、時間かかりましたけど、って感じかなと思いますね。まあ、もしね、なんか気になるようなことあれば、コメントに残って、記事ぐらいまで、ね、まあ、全然俺確認しますんで、すいませんが、ね、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。